はい、こんにちは。え、令和4年司法試験分析会刑事系、えー、講義を始めていきます。えー、担当講師の反町です。よろしくお願いします。はい、えー、皆さん試験お疲れ様でした。えー、分析会ということで刑事系科目を始めていきたいと思います。えっ、ー、と、早速ですね、お手元の配布資料、えー、確認してください。えっ、ー、と、本日配布資料として3部、う配っています。えっ、ー、と、まず分析会刑事系とこういう、う冊子のレジュメですね。 でえっと、こちらの方に問題文と、あと、レックの方で作成した回答例が収録されています。で、えー、講師オリジナルレジュメという、こちらの冊子、えー、これは私の方で作成したレジュメになります、えっと。この講義では基本的にこちらを用いて進めていきます。で、あともう一冊、えっと、講義ノートですね。 これも適宜参照しながら講義進めていきますのでお手元に置いてください。インターネットで、インターネット等で受講されている方は、後日、いずれの資料もですね、アップロードされると思いますので、そちら参照しながら講義を聞いていただければと思います。はい。じゃ早速やっていきましょう。第1問、刑法からですね。また今年もですね、設問形式ということで、まず問題文を確認しておきましょう。 まず、説問1ですけれども、えっ、ー、と、事例1の項に、横領罪、刑法第252条第1項の成立を認める立場。えっ、ー、と、横領罪ですけれども、252条1項なので、いわゆる委託物横領罪。占、えー、有離脱物横領罪は除くというか、占有離脱物横領罪はここに含まれないという趣旨ですね。えー、から、後期1及び2の各主張がなされたとすると。 各主張の答否についてそれぞれ簡潔に論じなさいと。1番、公は A に頼まれて本件バイクを保管している以上、これを横領すれば横領罪が成立する。カ2番、公が実家の物置内に本件バイクを移動させて隠した行為は横領したに当たると。2つの立場、二つの主張か、2つの主張が挙げられています。 で、えー、説問2が、これは従来型の在籍検討問題でしたね、えー、事例2におけるオツの在籍について論じなさいというふうになっていましたはい、えーと、まず全体の感想からですけれども、えー、刑法の問題は昨年、一昨年と比べて、えー、分量が大幅に減りましたね。 問題文の分量だけでなく、検討すべき検討事項の分量が減っています。えっと、ここ数年ですね、警報は、まあ、およそ2時間では処理しきれないようなね、分量の問題を出題しているという傾向があったので、まあ、その点については適切に修正されてきたというふうに感じます。ちなみにこのオリジナルレジュメの分量、えっと、警報、まあ、毎年作ってるんですけれども、 えっと、一昨年、えっ、ー、と、昨年と一昨年か、あ刑法の分レ、分析レジュメのですね、その解説部分だけのレ,レジュメで16ページありました。で、えー、今年度は、まあ,あ、見てお分かりの通り、まあ、12ページ強ぐらいですか、に収まってますね。えー、単純比較で、えー、まあ、私のこの分析レジュメの分量で言っても4分の3ぐらい、まあ、それぐらいの作業量になっていたのかなと、えー、去年と一昨年と比べるとですね。 また、難易度的にもですね、えっ、ー、と、複雑ではなかったと。まあ、予備試験と同等か、それより少し高いぐらいの難易度。あと、共犯関係からの出題もなかったと。まあ、今年の問題は、まあ、質、量ともに適切な問題だったというふうに思われます。はい。じゃあ、早速、オリジナルレジュメの方を開いていただいて、内容の解説に入っていきましょう。 えっと、まず、う説問1ですね。分析例というところで1ページから見ていきましょう。えー、主張確1の逃避について、えっとね、答比について、と、この説問1の問われ方あ、若干わかりづらいですよね。主張の逃避を問うている。まあ、論じる結論はすなわち妥当か否か、妥当か不当か、ということになるんでしょうね。 また、簡潔にというふうにあるので、まあ、成立要件すべて漏れなく検討する作業というのは少なくとも求められていない。問題となっている要件を見抜いた上で、まあ、そこに焦点を当てて端的に論じていくというのがポイントになるでしょう。で、説問1の主張括弧1ですけれども、A は B から本件バイクを摂取した窃盗犯人だと。 え、主張カ1は A から本件バイクの保管を委託された甲が、え、当品である本件バイクを横領した場合に、横領罪の成立を認める立場ということになりますね。えー、当品の横領ということで、まあ、この論点自体は、えー、まあ、基本書等でもよく見かけるし、え、メジャーな論点だと思います。ただですね、この問題、どの要件で論じるか、えー、若干そこは難しいですね。 えっと、アスタリスクを先に見てしまいましょう。2ページです。えー、委託された当品の横領について、一般的には、委託者である窃盗犯人には所有権がないということを前提として、所有者ではない窃盗犯人からの委託が保護に値するのか。まあ、この観点から問題提起されるのが通例だと思われます。えー、確かにですね、委託者に所有権がなくと思う。 えー、当該、当品がですね、受託者、預かった側にとって自分のものではないと。他人のものであると。いうことは、明らかだから、まあ、その限りにおいて、その意味において、えー、この鍵括弧他人のものっていうね、要件認定は問題とならないようにも思われるんですね。で、実際多くの当案は、まあ、これ、こうのものじゃないんだから、えー、このバイクをこうのものじゃないんだから他人のものでしょうと。すなわち、誰のものかは特定せずにですね、他人のものという要件を認定すると。 で、まあ、その上で、窃盗犯人の、おまあ、窃盗犯人の占有が保護に値するといわゆる占有説ですね。占有説、所持説の発想からすれば、えー、窃盗犯人からの委託も、まあ、保護すべきだと、ういうことを論じて、えー、横領成立というね、えー、流れに持っていく。まあ、これが大多数の答案の流れなんだと思います。で、これがかけていれば、えー、合格点にはなると思います。ただ、その場合ですね、え結局、誰のものかを特定していないから、 えー、あるいは B のもの。えっ、ー、と、元々の所有者のもの。っていうふうに認定した上で A からの委託が保護に値するっていうふうに論じてしまうと、えー、結局被害者は誰なんだという問題が生じるよね。で、この点については、基本書等でもですね、あまり厳密に議論されていない印象なんですね。えー、被害者誰だか考える必要はないんです、みたいなね。えー、ただ、少なくともそういう発想は実務ではね、えー、やはり通用しないわけで、えっ、ー、と、アスタリスクの続きのところですけれども、 えー、しかしながらあのところね、本罪の被害者を誰と特定するのか、実務上は重要課題です。えー、例えばあ、先ほど言ったように、本件バイク所有者を B、えっ、ー、と、まあ、元々のバイクの所有者、元々の被害者ですね、B。窃盗被害者、B。これを所有者として、えー、委託者、公に委託した委託者を A として、公に横領罪を成立させる場合、結局本罪の被害者はどっちなんだと。所有権侵害の被害者 B なのか、それとも、委託信任関係を破壊された A なのか。 被害者の特定に困難を生じると、はいまあ、ちなみにです、ね、これ B のものというふうに認定するのであればつまりすなわちあくまでも所有者は B だというふうに認定するのであればこれ本庄の委託というのはやはりです、ねえー、あくまで所有者からの委託だと。 いうふうに考えるのが筋なので、えー、窃盗犯人から委託があっても、これは所有者以外のものからの委託で、本条の本罪の委託には当たらないんだと。本罪の委託とは評価できないんだと。えー、と考えると、委託物横領罪は成立しませんね。委託に基づいて占有してたわけではないということになるので。で、そうすると、 えー、まあ、そう考え、要するに、えっ、ー、と、所有者が B だと考えた場合は、今みたいな考え方の方が、実は筋が通ってるんですけれども、えー、B に対する所有権侵害ということになるので、それはですね、こうに、えー、当品の認識があれば、当品等保管罪が成立しますし、えー、あるいは当品の認識がなくても、B に対しては、占有離脱物横領罪ということになりますね。委託に基づかずに事故が占有しているというものを横領したと。 学説においては、専有離脱物横領財説もそれなりに有力ではあるというふうに言われています。 はい。えっ、ー、と、まあ、ちょっと、お話がそれましたけれども、えっ、ー、と、じゃあ、肯定する場合にどう書くかという話ですけれども、えっ、ー、と、まあ、この分析例の肯定説ではですね、えー、民法と刑法の目的の違い、まあ、参考判例5の補足意見、これを参考にして、えっ、ー、と、参考判例は、えっ、ー、と、後ろに掲載してありますので、それをね、えー、参照していただければと思いますけれども、参考判例5がですね、まあ、これが示唆に富むんですね。 ま、補足意見。え、民法と刑法は目的が違っていて、所有権の判断も違ってくるんだ、ということね。えー、民事法はその物の所有権が誰に帰属するのかを究極的に決することによって、財産関係の法律上の安定を図ることを目的とする。え、これに対して刑法は、えー、その場合その物に対する現実の所有関係を保護することによって、既に存在している 財産関係の法秩序の破壊を防止すると。将来にわたって、所有権をね、究極的な所有権を、帰属を確定させて、将来にわたって安定をさせていくと。財産秩序を安定させていくと。いうのが民法の役割、目的、使命であるのに対し、刑法はもうまさに今目の前にある財産秩序を破壊から防止すると。目の前の破壊活動を、から、法益を保護すると。 だから、終局的な、究極的な所有権の帰属ではなくてね、現実の所有関係と。外形的な事実上の所有関係がそこにあれば、まずは破壊から保護すると。 はい。そうすると、民法上は無権利者である A。まあ、A は民法上無権利者であることは明らかですけど、刑法上は本件バイクの現実の所有関係を認めた上で、えすなわち刑法上は A のものと認定した上で、やはり A に対する横領罪の成立を認めていくと。まあ、こういう構成をとりました。 はい。なので、えっと、1ページ目に戻っていただいて、まあ、否定説、肯定説、両方書いたので、これ等、頭皮まあ、頭不当、どちらでもいいんですけれどもね、え一、ー、本筋が通って説明ができていれば、結論はどちらでもいいと思いますけれども、えぇ、ー、まあ、一応、いずれも見ておきますか。はい。まず、否定説の方から、まあ、参考判例1、2をつけておいたので、見ておいてください。 えま、ポイントとなる要件は、二つですね。一つは他人のものという要件。で、もう一つは委託信任関係に基づく占有と。で、まず、他人のものについてですが、他人のものとは他人の所有に属するものを言い、えっ、ー、と、否定説の方ね。えー、他人の所有に属するものを言うところ、A は窃盗犯人であって本件バイクの所有者ではないと。まあ、これだけ言えば、簡単に否定はできます。えー、本件バイクは A との関係で、えー、他人のもの、A の所有に属するものには当たらないよと。 え、否定説から否定する場合には、あこれを端的に指摘すると。で、また、本条の占有は、所有者からの委託信任関係に基づく占有を言うんだと。えっ、ー、と、委託信任関係という要件は、えっ、ー、と、横領罪の要件、えー、条文見ても出てこないですね。書かれざる構成要件。えー、まあ、通常は、あ委託、委託物横領罪の場合はですね、 ええー、あ、まあ、単純横領か。単純横領の場合は、この占有の解釈、占有の要件解釈として、委託信任関係の要件を導くというのが一般的だと思います。はい。なので、占有は所有者からの委託に基づく占有を言うんだと解釈した上で、この委託信任関係は法的保護に値するものでなければならない。え、品の保管というのは犯罪を構成し得る行為だと。まあ、認識してれば、盗品保管罪ですよね。 ま、本問はこうに認識がないけど、仮にこうに、え、品性のね、認識があれば、えー、保管罪が成立することになる。そういう行為です。えー、ま、さらに認識がなくても、えー、所有者との関係ではですね、えー、先ほど言ったように、え、占有離脱物横領になるような行為、ということが言えるでしょう。えー、そのような行為を、お、おあ、えっ、ー、と、占有離脱物横領になるのはこうですよ。こうがなるでしょう。 そのような行為、この行為は委託のことですけど、委託を保護することはできない。そういう行為の委託を保護することはできないから、公には本件バイクにつき A との関係で法的保護に値する委託信任関係に基づく占有が認められない。 いうね。えっ、ー、と、委託すること自体が犯罪になるような。まあ、これは保管罪についてか。えっ、ー、と、委託して、えー、こうがそれを保管すると、品性の認識があれば保管罪になるよね。そういう行為は保護に値しないでしょ、と。えー、そういうことです。まあ、否定説で行く場合はこういう論じ方をして、えっ、ー、と、否定するっていうのが端的な論じ方なんでしょう。簡潔に論じなさいと言われてますからね。はい。で、それに対して肯定説。 参考判例3、4をつけておきましたが、刑法上保護すべき所有権の帰属は、先ほど言った刑法と民法の目的の違いということを述べていきます。刑法上保護すべき所有権の帰属というのは、刑法の予定する法益侵害の有無という観点から現実の所有関係について判断すれば足りると。本条に言う他人のものとは、他人の現実の所有関係に属するものを言うんだと。 窃盗犯人が現実に所持するものについても、社会生活上一定の財産的利益が存在する以上、本件バイクも A の現実の所有に属するものとして他人のものに当たると。ここではあくまで A のもの、A の所有権、刑法上は A の所有権があるんだというふうに認めています。まあ、窃盗犯人でも社会生活上一定の財産的利益を持っているんだと。 いう説明は、例えばですね、B から返還請求を受けた場合は、それに迅速に応じなきゃいけないと。返還請求を所有、元の所有者から返還請求を受けた場合に、それに迅速に応じられるような状態にあること自体が、A の利益だというふうに考えることもできますよね。まあ、これをもってだから現実の所有関係、破壊されることを防止すべき現実の所有関係として、刑法上は A のものと認定すると。 そして、上記の通り、窃盗犯人の所持も法的保護に値する。まあ、これ、占有説、所持説の考え方ですけれども、窃盗犯人の所持、それ自体に利益があるんだと考える以上、そのものとの委託信任関係も、刑法上保護に値すると返すべき。だから、公は A から委託されて本件バイクを保管している以上、A が窃盗犯人であったとしても、同人からの委託信任関係に基づく占有が認められるよと。 以上よりは主張1は妥当であるということですね。まあ、そっか、結論は妥当である。あの、否定説行く場合は主張、主張カッ1は妥当ではない。これが結論ですね。で、肯定説で行く場合は、主張1は妥当である。これが結論。え、答比を聞かれてますんでね。はい。ということでした。以上が、えっ、ー、と、まず主張1の方か。で、次、主張2の方です。 えー、こうは A を困らせる目的で、本件バイクを移動させて隠したと。まあ、本件引徳行為と言っておきますが、主張括弧には、本件引徳行為が横領に当たるとする立場、ですね。えー、陰行為が横領に当たるか、まあ、これも論点としては、メジャーな論点ですよね。で、ただ、これ、 えー、今回は横領罪で問われていると。はい。ダッシュ罪の類型ではないんですね。えっ、ー、と、ここもアスタリスクを先に見てしまいましょう。3ページの下のところ。えー、横領の意義について、えー、越権行為説によれば、本文のように委託物を隠匿する意思で処分したに過ぎない場合であっても横領罪が成立すると。 で、これに対し、領得行為説においては、危機引得目的の場合に、不法領得意思が認め得るかが問題となる。えっ、ー、とですね、これかつては、この問題はですね、え横、ー、領の意義についての、まあ領得行為説対、越権行為説の対立というふうな形で議論されていた論点。 えー、しかしですね、現在は、ね、もう判例実務もですね、えっ、ー、と、領得公位説で確立していますので、えー、越権行為説論者っていうのはもうほぼほぼ解無という状況ですね。えー、これ本文も仮に、越権行為説に立つともう一瞬で答えが出て終わるんでね。えー、越権行為だから横領です以上。で、それだけで終わっちゃうと。 えー、ということは逆に、越権公位説で論じることが出題趣旨だったとは、ちょっと考えづらいというかね。やはりここは領得公位説に立った上で、えー、その不幸領得意志の内容について議論すると。はい。それがまあ出題の趣旨だったんだろうと思われます。具体的にはどういうことかというと、えー 判例はですね、奪取罪については不法領得意思をこのように定義してますね。権利者を排除し他人の物を、事故の所有物と同様にその経済的予報に従いこれを利用しまたは処分する意思と。まあ、いわゆる権利者排除意思と利用処分意思と。この二つの要素をこの不法領得意思の定義に取り込んでいます。 で、その上で、もっぱら危機引徳目的の事案については、不法領得意思を否定すると。これ参考判例7ですけどね。えー、利用処分意思というものがあ、不法領得意思の要素に入ってくる関係で、もっぱら危機引徳の目的、それ以外に自分で使っちゃうとかね、処分するっていう意思が全く書くと。はい。その場合には否定されるよと。これに対し、 えー、横領罪においては不法領得意志の定義がこう定義されてます。え、これ参考判例8ですけど、他人の物の、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意志と。えー、明確に利用っていう言葉は排除されてるよね。利用っていう言葉は明確にここに出てこない。 はい、でこの定義を受けて、横、えー、領罪については単なる危機引匿目的の事案であっても不法領得意思を肯定した判例があります。これ、参考判例9、はい。というようにです、ねまあ、これ、えー、問題の所在は結局、このね、横、えー、領罪における不法領得意思をどう考えるかということなんだけど、えっ、ー、と、領得行為説を前提として。 えー、まあ、ダッシュ罪と同様にね、えー、この利用処分意思というものを要求するのか。まあ、ここがね、この問題として議論されていると。この論点については。で、今見たその参考判例6、7のダッシュ罪のグループと、えー、参考判例8、9の横領罪グループで、えー、まあ、これらの判例の2つの流れを、ま、比較して検討しておくということになるんでしょうね。えー、着眼点としては、 えー、領得罪。まあ、すなわち他人のものを、他人の財物を自分のものにしちゃうと。領得する犯罪だと。この犯罪の本質を、本質を、えー、まあ、財質か、財質をどこまで重視するかと。はい、これが解釈の視点。えー、これ結局単なる危機引徳目的でも横領罪を認めちゃったこの参考判例9に対してはですね、えー、財物から何らかの公用を享受する意思を全て 委託書く場合にまで、え横、ー、領罪の成立を認めるとすれば、それは結局、えー、財物の領得とは無関係に、結局、委託信任関係を破壊したから横領、領ですよと。委託信任関係を破壊するような越権行為したから横領ですよと。結局、越権行為説とほとんど同じになっちゃうよね。えぇ、ー、越権行為説の立場と実質的には異ならなくなってしまうという指摘があります。はい。 ま、この辺についてどう考えるかというのが、この問題の所在だっただろうと。えっ、ー、と、2ページ戻りますけれども、まあ、いずれも否定説、肯定説も両方ね、ここでも示しておきましたので、見ておいてください。えっ、ー、と、否定説に立てば、先ほど見た参考判例6、7のグループですね。で、ここではだから、えっ、ー、と、ダッシュ罪と同様の、不法ルトクシーの定義を出した上で、えー、その利用処分意思のところ、ここを認定していくと。そこで、検討していくと。 えちょっと見てください。えー、書き書こ横領とは、不法領得意思を実現する一切の行為を言うと。で、まあ、領得行為説を前提として、えー、領得罪である本罪の材質からすれば、はい、先ほど言ったように、領得罪という材質を強調すると、えー、不法領得意思の内容としてはこうなる。事故の占有する他人の物を委託の趣旨に反して、えー、その物の経済的用法に従い、利用処分する意思と返すべきだと。 え、まあ、利用処分意思を要求して、脱取罪と同様に考えると。え、領得罪という材質からすればですね、論理的にはこちらの考え方の方が筋が通っているという指摘があります。えー、ただしですね、まあ、この考え方においても、さらにこの利用処分意思の内容をどう解釈するかというかね、えー、利用処分意思の内容をどう理解するか、えー、文字通り経済的要望に従って利用する意思が必要なのかと。えー、そういう議論はあり得ますけどね。えー、ただ、まあ、少なくとも何らかの公用を享受すると。 え、その物から、ああ、生じる公用を、に預かると。そういう要素がないと、領得とは言わないでしょうと。単に隠すとか、単に壊すだけだったらね。はい。なので、まあ、何らかの公用教授意思は、少なくとも要求するという理解が一般的です。で、その点で見てみると、しかるところ、え、こうは、もっぱら A を困らせる目的で本件バイクを隠したにすぎず、他に何らかの用途に利用、処分する意思が、 およそなかったということである以上、財物から生ずる何らかの公用を享受する意思、およそ認めることができないから、本件、引徳行為は横領に当たらないと、えー。まさにもっぱら危機陰徳目的の場合に、えー、不法利得意思を否定した先ほどの参考判例7ですね。これと同じ認定になるんだろうと。はい。ちなみに本件は、本問は、公があくまでですね、 これ、軽トラに乗せてますよね。軽トラの荷台に乗せてバイクを運んでますよね。ここがポイントだね。これ、バイク自ら運転して運んだら、これ利用になっちゃうね。利用したことは明らかってことになっちゃうね。えー、なので、えー、両得意者は認められるという方向に行かざるを得ないんだと思います。あの、バイク乗っちゃうと。ところがあくまでも、えー、と、軽トラの荷台に積んで、バイク自体は一切利用してないと。なここがポイントなんでしょうね。 はい。で、これが否定説。ね、えー、以上より主張確保には妥当ではない。で、これに対して肯定説はどうか。 えっと、一応ね、両徳行為説と越権行為説二パターン書いといたけど、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、両徳行為説から見とくか、これが前提で議論するという方が筋なので、両、え、徳、ー、行為説からの説明だと、横領とは不法両徳意思を実現する一切の行為を言うところ、財物に対する配達性を侵害する脱取罪とは異なりということで、こちらではそのダ取罪と横領罪の違いということですね。 えー、横領罪においては、財物につき乱用の恐れのある支配力を有するものが、えー、そのね、えー、地位を利用して、財物を不当に処分する点に本質があるんだと。え、いうことから、この財質が、あまあ、ダッシ罪とは違っているということから、えー、不法領得意思の内容としては、広く所有者として振る舞う意思があれば足り、えー、財物から何らかの公用を享受する意思は不要である。はい、こういうふうに解釈します。 え、ダ罪と異なり、横領罪では、まあ、処分意思の内容としてね、え、この公用教授意思までは不要だと。でそうすると、この解釈を取れば、もっぱら基金特目的であっても、横領が、不法領得意思が肯定されうるということになるんですね。えー、がって本罪における不法領得意思とは、他人の物の占有者が委託の、委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思を言うんだよ。これ、判例の定義。判例が用いた定義ですけれども、 まあただ一応言っとくと、この定義が、えー、およそ、その公用教授意思を不要とする趣旨なのか、これは若干議論がありますよ。えー、判例のこの定義に従っても、なおね、何らかの公用を教授する意思は要求する趣旨なんだという解釈も成り立つので、まあ、ここでは、えー、判例の定義を出した上で、公用を教授する意思は不要だという解釈論をとって当てはめるということでね、えー、否定説導くことにしましたけれども。はい。 で、当てはめですね。A を、A を困らせる目的で、えー、自宅からー約 5km も離れた場所にある、実家の物置内に本件バイクを移動させて隠していると。これはまさしく、本件バイクにつき、所有者でなければできないような処分をしたものというべきであるから、こうに本件バイクから何らかの公用を享受する意思がなかったとしても、本件委託行為は横領に当たるんだと。で、まあ一応、え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 、も見といてえ、え、まあ、え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 、と目を通しておくだけでいいと思いますけどね。 えー、え、拳行為説。本罪は委託信任関係を破壊する点に本質があると。えー、委託信任関係の破壊の方が、このね、横領罪の材質としては、こっちがメインなんだというふうに解釈するわけですね。所有権侵害の点ではなくて。そうすると結局、横領とは、委託の任務に反する行為なんだと。だとえー、権限逸脱行為なんだと。えー、すなわち、行為者が委託に基づき占有している他人の財物に対し、権限を超えて行う処分行為と。 そうすると、本罪の成立に、およそ不法領得意思は不要だよという解釈になる。で、しかるところ A、A から、本件バイクの保管を委託された方が、その保管管理の範囲を超えて、バイクを引得した。ということである以上、この引得行為が委託信任関係を破壊する権限逸脱行為だということは明らかだから横領に当たると。まあ、一見行為説に立つと、瞬殺というかね、一瞬で答えが出る問題ということになっちゃうんですけどね。 ただ先ほどのその領得公位説に立った上で、公用を享受する意思を不要とする見解に立つと、結局これと変わんないと。ね、いう指摘。まあ、先ほど言ったと、言った通りですけど、結局一件公位説と実質的に変わらなくなると。結局所有者として振る舞う意思ってさ、ね、占有者の権限を超えてたらもうそれなわけでしょ。占有者としての権限を超えて、占有者、保管者、管理者としての権限を超えて、所有者として振る舞うと。 もうその瞬間に横領だと言っちゃったら結局これ越権行為と言ってることは同じなので、えー、かなり実質的に両説の違いはなくなっちゃうと。やっぱりそれはね、両得罪の材質を、えー、やはり軽視しているんだというね、そういう批判が当たるよね。はい、ということでした。まあ、あの問題の所在というかあ、着眼点をしっかり意識して、端的に論じることができれば合格点になったと思います。じゃあ次行きましょう。えと、4ページ、説問2ですね。 はい。で、こちらは在籍検討問題ということで、えー、オツの在籍を順に検討していきます。まず A に対する障害罪の成否。で、まず障害罪の投費ですけど、あ、この投費は公正有権該当制ですよ。いいですね。打、え、倒、ー、か否かではなくて当たるか否かですね。えー、オツが処刑の保険、えー、本件ナイフを A の右上腕部に強く突き刺し、え A に加量3週間を要する右上腕部思想の障害を負わせた行為。 え、以下、本件一つ行為と言いますが、これは障害罪に当たると。え、なお、公は A の右上腕部を狙って、上記行に及んでいるということで、その攻撃が身体の通用部を外しているため、公に殺意までは認めることができない、障害の行為があるにとどまるというふうに、まあ、簡単に公正受検該当性は認定しておきました。はい。で、次、生徒防衛の成否ですね。 で、過去一番で、えー、本件一つ行為に先行して、A は、あ甲の顔面を殴打しようと、拳を振り上げており、えー、まあ、以下、A の暴行と言いますが、甲の身体に対する不正の侵害が認められますね。ということで、えー、正当防衛を検討していきます。えー、この侵害が、急迫性を有するか、えー、侵害の急迫性と。 参考判例10、11をつけましたこの旧白性の検討が本文の、えー、ここではまず最初のポイントということになるでしょうアスタリスク見ておきましょう、えー、アスタリスクは次の次のページか6ページはい、えー、ここでは侵害の予期と積極的加害しはいこれと旧白性の要件の関係というね、えー、この論点ですよね 侵害の窮迫性とは、反撃行為を正当化する状況上の前提条件である。と理解されており、参考判例10ですね。はい、これがこう述べていた。単に予期された侵害を避けなかったというにとどまらず、その機会を利用し、積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、もはや侵害の窮迫性の要件を満たさないと。 はい。この参考判例10がリーディングケースとされていて、従来はですね、えー、侵害に先行して、えー、その防衛者側が侵害を予期して、えー、そして積極的加害者を持って侵害に臨んだと。予期プラス積極的加害者、イコール、急迫性否定と。まあ、これが、この公式が、えぇ、ー、まあ、従来の判例法理であったとお。で、その延長線上にあるのが、参考判例11位なんですけどね。 あの、このような場合、もはや当該反撃行為が、その緊急状況下における防衛行為としての性質、すなわち緊急行為性を肯定することはできないと。したがって、えー、侵害の急迫性を欠くと評価されると。まあ、こういう理解だったんですね。で、その後、参考判例11が、この法理をもう少し一般論として整理しました。えー、侵害の急迫性の要件について、対抗行為に先行する事情を含めて、 えー、含めた行為全般の状況に照らして検討すべきとの一般論を明確に述べた上で、えー、侵害を予期した上で、行為者がその機会を利用し、積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときという先ほどの参考判例10の類型。これあくまでも、旧白性が否定される一場面、具体的な場面の一つの類型に過ぎないと、まあ、こういう整理をしたということですね。 はい。えっ、ー、と、そうするとちょっと、講義ノートの方で整理しとくけど、従来の、えー、判例の公式ね,ね。先ほど言ったように、良きプラス、良、え、き、ー、プラス積極的加害者で侵害に望んだというね、この侵害に先立つ事情。はい。ここで嗅白性を否定すると、これが判例の公式だったんですね。で、まあ、もう一個積極的加害者が問題となる場面っていうのがもう一個あるんだけどね。えー、この 現に防衛行為に及んだ時点ですね。ここで積極的な加害意思を持って、えー、すなわち防衛の意思が全くなくなっちゃうと。防衛の意思と、防衛の意思と,と攻撃意思は、平存は OK なんだよな。平存してるのは OK。ただ、もっぱら攻撃意思。100%攻撃意思、えー。防衛の意思が0%になっちゃう、えー。そういう心理状態でもって、現に防衛行為に望んでる、えー、ごめんなさい、防衛行為に及んでいると、それは防衛の意思を書くと。 だから防衛行為時点での積極的加害意思というのは防衛の意思の要件で検討すべき事情と。まあこういう、えー、まあ、区分けがあったわけですね。で、えっ、ー、と、先ほど見た参考判例11、平成29年の、まあ、近時の最高裁判例は、このこ、これですね、侵害に先立つ、えー、このお、予期プラス積極的加害意思。まあこれの、この事情の位置づけ。はい、これを一般論のレベルで整理したと。それがこれですね。 対抗行為に先行する事情の考慮と。対抗行為に先行する事情を考慮して、行為全般の状況に照らして、旧白性の要件を検討すべきとういうことを言ったんですね。はい。で、この参考判例11が示した旧白性の 9, 9個、9つの考慮要素。 ま、ちなみにですね、この9個の考慮要素は、えっと、冒頭に、事案に応じっていうふうに書かれてあるので、事案に応じ考慮するというふうに明示されているので、まあ、常にこれら全てを検討することが必須というわけではない。まあ、事案に応じて考慮ない、考慮すべき、いないし重視すべき要素は変わり得るという趣旨であるというふうに解説されます。 はい。で、この9つの考慮要素、事案に応じ、照らして判断した場合に、必ずしもまあ、だから積極的加害者まで認められないような事案であっても、も結局ね、この対抗行為に先行する事情を含めた行為全般の状況からすれば、侵害の休泊性が否定されるような場合があり得るとこういうことになるんでしょうね。 だから本問においても結局 A による侵害に臨んだ際の行の意思内容について、まあこれ必ずしも積極的加害者だとまで評価しなくても、旧白性を否定するという結論を導くことは可能ということになるんでしょうね。えっ、ー、と、一つ言っておくと、ただ本問の特徴というかね、事案の、事案の、えー、ポイントとしてはですね、まあこの5と6か、えー、5と6の 要素ね、えー、と侵害場所に出向く、これね、4と5と6って、えー、とひとまとまりの要素であって、まあ、ちなみに1、3がひとまとまりというふうに、まあ、こうやってちょっとまとまりで理解することができますね、侵害の予期に関するような事情、えー、1から3が侵害の予期に関するような事情と。 で4から6はどちらかというと、その回避だよな。侵害を回避できたか、えー。侵害の回避に関する事情。で、5はさ、結局出向く必要性だから、その侵害、侵害が発生するような場所に出向いていった事例,事例ということになるよね、えー。いわゆる出向き型とか言ったりしますけど。出向き型の事案。で、6は、 その場所にずっといたら、いた状態で侵害を受けたと。まあ、いわゆる、迎撃型とか言ったりしますけど。まあ、事案のタイプに応じて、だから、丸5と丸6は、結局ね、え、事案に応じてどちらかを判断するという関係にあると思われます。で、本文どちらかというと、出向き型かなと思いますね。だから、ま、丸6の要素はカットしてもいいと思います。 ちなみに、この出向き型の事案では、良きプラス積極的加害者も認定しやすいです。それ分かっててそこに望んでるわけだから。やってやろうというつもりでね。そこに出向いてってるわけだからね。なので、まあ、本文は出向き型の事案に近いかなということで、この分析例では一応積極的加害者まで認定しています。ちょっと見ておきましょう。4ページに戻ってください。 はい、え侵、ー、害、えぇ、旧白不正の侵害とは、法域に対する違法な侵害が現に存在しているかまたは間近に落ち迫っていることを意味し、その侵害があらかじめ予期されたものであっても、そのことから直ちに、えー、侵害の旧白性を失うものと返すべきではないと。もっとも、本条は、旧白不正の侵害という緊急状況下、緊急状況のもとでの、公的機関による法的保護を求めることが期待できないときに、 え、侵害を排除するための私人による対抗行為を例外的に許容したものであると。で、従って、旧白性の要件については、対抗行為に先行する事情も含めた行為全般の状況に照らして判断すべきだと。はい。この一般論を述べた上で、 ええと、だから判例11が出したこの考慮要素ですね。これを挙げて。ただ、この考慮要素も、こうなんていうかね、えー、こうバラバラに覚えようとすると大変なので、さっきも言ったけど、こうカテゴリーして、カテゴライズしてっていうかね。えー、だからこの、最初の3つはだから、ひとまとまりっていう感じだよね。これを、ま、1つ目の、だから、えー、え、こう、行為者と相手方と従前の関係、予期された侵害の内容、侵害の予期の程度、まあ、予期に関する事情。 でそれに対して次の侵害回避に関する事情って感じだよね、これが。えー、侵害回避の容易性。えー、侵害場所に出向く必要性。まあ、えっ、ー、と、とどまる相当性はカットしましたけど。で、そっから先は準備状況に関する事情っていう感じだよね。対抗行為の準備の状況。えー、実際のさ、侵害内容と、えー、予期された侵害との移動。 行為者が侵害に臨んだ状況、その際の意思内容。侵害に臨んだ際の状況、を意思内容。まあ、5つぐらいにカテゴリー分けて、で、見ていくという感じ。はい。これらの事情を考慮し、行為者がその機会を利用し、積極的な相手方に対して加害行為をする意思で、侵害に臨んだ時など、対抗行為が上記の趣旨に照らし、許容されるものとは言えない場合には、侵害の休泊性を欠くというべきである。 当てはめ見ていきましょう。5ページ。えー、某月10日、えー、午後8時頃に、えー、A は、孔が本県バイクを引徳したと聞いて激怒し、強い口調で孔に、8時半に C 公園に来いと、覚悟しておけよと言った。これに対し孔は、高校時代に A と同じ不良グループに所属しており、え A が短期で、粗暴な性格で、過去にも怒りに任せて、他人に暴力を振るったことが数回あったということを知っていた。 そのため、A の前に姿を現せば、A から殴る蹴るなどの暴行を振るわれるという可能性が極めて高いだろう。と思ったが、自身も頭に血が昇っていたことから、本件包丁をズボンのベルトに刺して、準備した上で C 公演に出向き、A を待ち構えていたということだな。まあ、出向いて待ち構えただから、まあ、出向き型と迎撃型、まあ、両、週間ぐらいな感じなんですけどね。まあ、出向き型に近いだろうと。 え、で、同日、午後8時30分頃、A が C 公園に到着し、えー、甲の姿を見るなり、どどなり声を上げたのに対し、公も大声で言い返して挑発したところ、これに逆上した A が上記 A の暴行に及んできたと。で、これに対し公は A の拳をかわしながら本件包丁をベルトから抜いて、A に向けて突き出して対抗すると。はい、これが公の対抗行為。で、まあ、一応問題部の事情を整理した上で、 え、当てはめを見ていくと、えっ、ー、と、六、五ページのところですけどね。えー、以上の事情、事実関係によれば、こうは従前から A と激しい口論となっており、え、高校時代の経験から自身が A の呼び出しに応じて現場に赴けば、A から殴る蹴るなど暴行を加えられることを十分予期していたと。はい、まあこれが一つ目の予期に関する事情と言っていいでしょう。A の呼び出しに応じる必要はなく、 自宅にとどまって A との喧嘩闘争を回避することは容易であった、はい、これは回避に関する事情と言っていいでしょう、えー、それにもかかわらず本件、包丁を準備した上で、はい、準備凶器を準備した A から呼び出された場所に出向き案の定現場において公の挑発的態度に逆上した A が、こうの顔面をオーダーしようと、威嚇的行動に出た。はい。これは、実際の侵害行為と、予期の移動ということになりますね。えー、予期した侵害と別に違わないよね。って、そういう話だよね。予期した通り、案の定そうなったじゃないかと。えー、で、直ちに、本県法庁 A に向けて突き出して、対抗行為を呼んでいると。直ちに、速攻をやり返したと いうことで、侵害に望んだ状況。で、さらにその時の意思内容も、えっ、ー、と、ここでね、意思内容も認定しておきますけれども、ちょっと5番の要素を2つに分けましたけれども。えっ、ー、と、先ほど言ったように、えっ、ー、と、出向き型に近いので、積極的加害者を持ってここに来たんでしょっていう認定にしておきました。 そうすると、こうは A の暴行を自ら誘発し、A の暴行に対し、本件包丁を養蜂場の凶器として用いて、相手の攻撃の程度を超える反撃に出るつもりで、包丁を持ってきたってことはもうやるつもりだったと。相手からは殴る、蹴る、ですでの暴行を受けるとこ。これを予期してたわけだけど、それに対して包丁を持ってやり返し、包丁を持ってやり込めに来てると。規制を制してやろうと。相手方をこれで制圧してやろうと。そういうつもりで来てるんでしょと。 現に上記公の対抗行為に及んだのであるから、公は A による侵害の機会を利用し、積極的に相手方に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだと。はい。こういう意思で侵害に臨んだと。こういう、こういう認定にしておきました。まあ、先ほど言ったように、積極的加害者まで認定しなくてもね、旧約性を否定するっていう結論に持っていくこと自体はできるので、この平成29年の判例の考慮要素に照らしてですね、 はいまあ、そこは、そのような形で論じてもいいと思います。はい、ということで、えー、と6ページ、以上のような先行事情を含めた行為、本件行為全般の状況に照らすと、公の対抗行為は本条の趣旨に照らして許容されるものとは認められない、侵害の急迫性の要件を満たさないというべきであるという結論にしておきました。 そして、ここ大事なんだけど、上記の通り、公の身体に対する不正の侵害が、嗅白性を欠くものである以上、これあくまでも防衛行為者、おつだからね。え、ツが本件一つ行為に及んだ時点において、嗅白性の侵害が存在したとは認められないと。え、ツとの関係で、正当防衛の要件を否定すると。 これ、アスタリスクのさっき、えっ、ー、と、ちょっと留保した部分か。アスタリスクのちょ、っと6ページのアスタリスクの真ん中にちょっとした部分ですけど、えー、なおっていうところから。えー、なお、本件はいわゆる緊急救助。えー、他人のための正当防衛ですね。という事案ですよね。緊急救助の事案です。で、えー、この上記休泊性については、これあくまで非侵害者である公の主観的事情を主として検討すると。え、公に積極的加害者があったと。ここを検討していたと。 はい、いいですよね。オツのしオに対する侵害がないことは明らかですよね。オツにオツとの関係でオツに侵害がないことは明らかですよね。コに対する侵害だから泣くまでね。で、A の侵害がコ、A による侵害がコにとって求白性を欠く結果、オツの防衛行為の時点において求白性の侵害が客観的には存在しなかったということをここで明確に認定しておく必要があるでしょうと。 えっとね、これ一部ですね、オツ自身は侵害も予期していないし、積極的加害意思もなかったんだから、これオツにとっては旧白性認められるっていうね、えー、オツにとっては旧白性認められるべきだというふうに、えー、考えた人が一定数いたような印象なんですけれども、えー、おそらくフィリピンパブ事件と混同しているんじゃないかなと思われます。えっ、ー、と、このフィリピンパブ事件では確かにですね、 えー、その、孔にとって旧白性を書く。乙にとって旧白性を、えー、オツ乙にとっては旧白性が認められる。孔にとっては旧白性を書く。こう相対的に判断すると。個別に判断されるというような結論になりましたけれども、えー、あれはですね、えぇ、ー、孔、乙が凶暴してる事案だよね。共犯関係がある事案ですよね。 え、甲乙が共謀して侵害への対抗行為に及んだのであれば、その場合であれば、これ甲の受けた侵害は、イコール乙の受けた侵害になるわけですよ。で、この前提がある場合には、積極的加害者を有する甲にとっては、嗅白性はない。積極的加害者がなかった乙にとっては、嗅白性はある。 こういうふうに相対的に判断することはできるんだけれども、え、それはね、孔の受けた侵害がイコール、オツに対しても侵害になるからなんですね。凶暴があれば。はい、これがフィリピンパブ事件の、判例の処理なわけです。で、これに対して本件は、孔オツに凶暴はありません。共犯関係ありません。で、この場合はいかなる意味においても、えー、孔に対する侵害しかないんだよね。オツに対する侵害は存在しないんです。あくまで第三者を助けただけなんですよ。 え客観的に存在しているのはあくまでこうに対する侵害である以上、その嗅白性を判断する上で、その判断するにあたって、おつの主観的事情というのは問題にならないだろうというふうに解釈されます。はい、ということでした。 で、じゃあ、オツがね、えー、防衛行為に及んだんだけど、旧約制の侵害は客観的になかったよ、ということになって、次の話、6ページの下のところ。えー、誤層、5層過剰防衛の処理ということで、参考案例12から15をつけておきました。えー、オツは本件一つ行為に先行して、A が行為に対して一方的に攻撃を加えようとしていると思い込んだことから、オツに故意責任を問うるかについて検討すると。で、これはアスタリスクですよね。 え護、ー、送防衛の処理とえー、7ページアスタリスク見てくださいはいえ護、ー、送防衛の まあ誤想、ご各過剰防衛の処理について、平成27年出題出資が丁寧に説明してくれていました。違法性創却事由に関する錯誤の刑法上の位置づけについて論拠を示して論ずると。具体的には、故意責任が認められる理由を示して、誤層防衛が故意責任にどのように影響するのかを論ずることになると。その上で、公の認識していた事態が正当防衛の要件に該当するかを、 個別具体的に検討する。ここ重要だよね。これを検討すべき内容は、端的に言うとこれです。項の認識していた事態が正当防衛の要件に該当するかを検討すると。本文で言うとオツだけどね。オツの認識していた事態が正当防衛かを検討するんだと。と、えー、特に項の行為が過剰性を有する場合、過剰、誤送過剰防衛となるから、項の行為が相当性、必要性を有する行為と言えるかを問題文にある具体的事情を挙げて検討することが求められる。 この検討の結果、過剰性が認められる場合には、行為に障害罪が成立するというふうに説明。もうこれ、えっ、ー、と、答えを書いてくれてるね。答えの筋道をね。えすなわち、この処理手順に従うと結局、行為者が主観的には正当防衛状況、すなわち違法性阻却自由を認識して行為に及んだと言えるかと。で、これ、正当防衛状況を認識して行為に及んだ場合は、行為責任を問えないんじゃないかと。行為責任を問えるのかと。ここが問題の所在ですね。 えー、こういう責任が問題の所在になるんだよと、でこの問題についてはだから、えと、講義ノート、えー。ちょっとこれ見ながらあ説明していきますけど。 えっと、丸一番、誤信した侵害に対する防衛として客観的に相当性を有する行為であった場合、誤送防衛ですね。と、丸二番、誤信した侵害に対する防衛として客観的に相当性を欠く行為であった場合、誤送過剰防衛に分けて検討されると。で、丸一の場合は、行為者の認識した事態にはまさしく正当防衛が成立すると。正当防衛が成立する事実関係、違法性阻却自由の前提事実、これを認識していると。 この場合は、まさに認識において正当防衛ね。この場合は結局違法性を基礎づける事実認識を書く、責任行為を書くことから、反対動機形成できないでしょうと。反対動機形成できない以上を行為責任、といえないと。責任非難、行為責任を非難向けられないと。 っていうね。これが、あこの誤層防衛の考え方ですね。正当防衛状況を認識している、認識において正当防衛だということになると、えー、違法性を基礎づける事実認識を書く、反対動機形成できない以上を、故意責任問えない。この故意責任というのは、反対動機が形成可能だったのに、それを乗り越えた。それで犯罪に及んだと。えー、いうことに対する重たい責任非難のことなんだよね。この責任非難を基礎づけられないと。だから、故意責任は問えない。まあ、過失責任を問い得るにとどまると。 えー、この旧白性の侵害を誤診した点についての過失が問題になるだけだと。いうことですね。えー、従って、婚姻犯の成立は否定され、侵害について誤診した点についての過失責任が問題になる,と問題に,なるに過ぎないと。はい、でこれが誤寵防衛の考え方。でこれに対して、誤寵過剰防衛について。えー、客観的に侵害の旧薄性の侵害もないし、相当性も欠いちゃっているときにですね。 えぇ、脅の侵害は認識していると。その上でこのね、えー、相当性、えー、防衛行為の相当性を欠いた点についての事実認識、ここが問われるということになりますね。えぇ、ー、の場合は、行為者の認識した事態が正当防衛なのか、それとも過剰防衛なのかが問われると。えー、具体的には客観的に相当性を欠くとの評価を基礎づける事実。まあ言い方を変えると、過剰性を基礎づける事実だね。過剰性を基礎づける事実について、 え、これを認識していた場合は、あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、認識していなかった場合からいこうか。過剰性を傷つける事実を認識していなかった場合であれば、これ結局、えー、丸一と同じだよね。行為者の認識した事態は、やはり正当防衛ということになる。認識において正当防衛ということになる。正当防衛が成立するような事実関係しか認識してないと。えー、旧性の侵害に対するやむを得ずにした行為を認識しているということになるんでね。だからこれ全く同じ丸、ま、えっ、ー、と、丸一と全く同じ処理になると。 いうね。過剰性を基礎づける事実認識を書いている場合は、こっちと全く同じじゃない。正当防衛状況の認識でしかないから。えー、認識において正当防衛で、故意責任は問いえない。過失責任は問題になりすぎない。と。こうなるわけですねで。問題はこっちです。過剰防衛状況の認識、すなわち、過剰性を基礎づける事実認識はある。したがって彼が認識したのは、正当防衛ではなくて、過剰防衛を認識していると。認識において過剰防衛だと。でこの場合です。でこの場合、 えー、いいですか。えっ、ー、と、過剰防衛という、その防衛の程度を超えた行為を認識している場合だよ。この場合、過剰防衛は違法性阻却されないですよね。違法行為だよね。だから彼は違法行為認識してますよね。えー、従って反対動機形成できるじゃないですか。えー、行為者には違法性を基礎づける事実の認識に欠けるところはない。反対動機形成できるはずだということになるので、行為責任、といえると。行為犯の成立は肯定されると。 ただ、この場合もですね、主観的には、その、旧白不正の侵害を認識して、えー、そのね、旧、えー、白不正の侵害に対する緊急状況下における心理的圧迫を受けた状態で行為に及んでいるという点で、過剰防衛と共通するから、判例は、過剰防衛の任意的原型規定ですね、減、え、免、ー、規定か、36条2項を順用して、刑、えー、の均衡を維持すると、まあ、こういう解釈論を採用しています。これ参考判例15ですね。 だから、この場合は、違法性を基礎づける事実の認識があるから、えー、責任行為が認められるので、行為責任を問い得る。ただし、えぇ、ー、36条2項を順用して、え刑、ー、の均衡を図ると、こういう処理になるんだよと。よろしいでしょうか。<laughs> で、じゃ本文分析していきましょう。6ページ戻ってください。えぇ、ー、行為責任の本質から行きましょう行。行為責任の本質は、というところ。 反対動機の形成が可能な程度の犯罪事実の認識があるのに、あえて自己行為に及んだ行為者の直接的な反規範的人格態度に対する責任非難の点だと。そうすると、旧白性の侵害があるものと誤認して防衛行為を行った場合に、その防衛行為が相当であったときは、行為者は行為の違法性を基礎づける事実、まあ、すなわち責任行為ですね。これを書くことになるから、反対動機形成可能な程度の犯罪事実を認識していないと。 反対同期形成できない。従って、故意責任を認めない。まあ、これが誤送防衛。しかしながら、その防衛行為が相当性を書き過剰にわたるものであるときは、過剰防衛については違法性阻却されない以上、行為者に防衛行為の相当性を基きける事実に錯誤がない限り、すなわち相当だという事実しか認識していない場合ね、この場合はさすがに故意責任と言えないんだけど、認識において正当防衛になりますから。 過剰事実認識しちゃってるんであれば、そこに錯誤がないのであれば、これは、行為者は反対動機形成可能な程度の犯罪事実認識してるでしょと反対動機形成可能だったのに、あえてそれをやったんでしょとしたがって、故意責任は認められるよと。故意責任は送却されないと。いうことですね。これが、誤送過剰防衛。 じゃあ、検討していきましょう。7ページの下のところ、括弧二2番。以下、オツの認識していた事実を基礎とし、本件行為当時、オツが置かれていた状況等を考慮して、オツの行為について正当防衛が成立し、違法制が阻却されるか否かについて検討する。はい、このね、問題提起、えー、これが端的なんです。えっ、ー、と、これ判例14だったかな。参考判例14がこういう表現を用いているけど、これが検討すべき内容を端的に表してますね。あの、さっきの出題趣旨も端的だったけど、 平成27年の出題趣旨で、えー、甲の認識していた事態が正当防衛の要件に該当するかと、ここれね、これが端的。認識において正当防衛なのか、認識において過剰防衛なのかを検討してください。ということなんですね。じゃあ、えっ、ー、と、こっから先はだから、オツが認識した事実,事実ですね。オツの認識の世界で、えー、36条の要件を検討していきます。えー、まず、旧白線の侵害ですが、えー、オツは上記に、かっこに、いの各事実を知らず、また、孔が本件包丁を持っていることも認識しておらず、 ん A が、あこうに対して一方的に攻撃を加えようとしていると思い込んでいるということだから、そうすると、オツの認識においては、あへの対抗行為が本条の趣旨に照らし、許容されないというべき事情は存在しないということになり、A への暴行は、こうの身体に対する嗅迫不正の侵害に当たると。オツの認識上では、嗅白不正の侵害は当たりますね。 で次、防衛の意思ですが、え、オツはとっさにこうを助けようとして、本件一つ行為に及んだものであるから、本件一つ行為は防衛するため、すなわち防衛の意思を持って行われたものと認められると。さあ、そして防衛行為の相当性と。えー、参考判例16から18をつけておきました。二つ目のポイントはここですね。 最初のポイントは、まず、旧白性、先ほどの、項の主観面を考慮して、旧白性を検討する。で、二つ目のポイントは、この、お護送防衛の検討の中で、お通のね、認識した事実に、え当防衛が成立するかを検討する際に、このね、え防衛行為の相当性の要件ここをきちんと分析できたかどうか。これがまさしくね、え護送防衛なのか、護送過剰防衛なのかというところですから、 えー、ここの検討が重要になってくる。二つ目のポイントがこれですね。えー、っと、アスタリスク見ておきます。9ページ、えー。防衛行為の相当性の判断方法については、まあこれはね、もう今までも何回も出題されてるので、えー、各年の出題趣旨あるいは採点時間を見ればあ、きちんとそこを分析していた受験生はね、もうここはきちんとできると思うんですけれども、えー、っともう一度確認しておくと、もう品質なんでね。 えー、防衛行為の相当性の判断方法について、平成29年採点実感。えー、防衛行為の相当性を判断するにあたっては、具体的な判断基準を示すことが必要だ。えー、武器対等の原則を形式的に論じるだけでは足りないと。えー、A による攻撃が当初より弱まっていたことを指摘してって書いてあるよね。えー、また平成23年出題趣旨も、えっ、ー、と、最も問題となるのは相当性の要件。えー、オツが重傷を負ったという結果の重大性だけでなく、 えー、振り落とし行為が防衛手段として必要最小限度か否かを検討、吟味する必要があると。えー、そこでは、オツはその時点ですでにナイフを持っておらず素手であったことを考慮する必要がある。あいずれもですね、相手の攻撃力、こちらの攻撃力がどうだったかあ。すなわち攻撃力、すなわち行為の危険性ですね。行為の危険性を評価することが必要であると。まあそういう指摘なんですよ。で、判例を見ても、例えば参考判例16。 その反撃行為により生じて、生じた結果がたまたま侵害されようとした法益より大であっても、反撃行為が正当防衛でなくなるものではない。防衛行為の危険性が小さいことから相当性を肯定した。また参考判例17。その攻撃力はかなり減弱していた、侵害についてね。という点を指摘し、他方で防衛行為は、一歩間違えば同人の死亡結果すら発生しかねない危険なものであった。と指摘し、これを理由に相当性を否定している。 同様に参考判例18もそうだけどね、侵害と防衛行為の危険性の均衡を検討し、被告人の行為が侵害の程度と著しく均衡しし、度を超えたものだと認定して相当性を否定と。まあ、これらの出題趣旨とか判例の傾向を、からするとね、結局このやむを得ずにした行為というのはどういう要件なのかというと、これは防衛行為の相当性と言われる要件ですけれども、これはすなわち、 行為の危険性の均衡なんだと。えー、侵害行為の危険性と防衛行為の危険性を比較して均衡が取れているかどうかという問題なんだと。結果の重大性ではないぞということね。えー、武器対等原則の実質的判断と言われるやつ。 はい。だから、行為の危険性が最も重要、この相当性の認定においてはね、えー、最も基本的かつ重要なメルクマールは、この行為の危険性であるという指摘ができるでしょう。えー、本文においても、A の侵害行為と、えー、o の防衛行為の危険性を比較検討すると。まあ、いわゆる武器対等原則の実質的判断。これを行った上で、防衛行為の相当性を判断すると。これが求められている。えー、問題文の事情から、侵害行為と防衛行為の危険性を評価、比較検討と。これがポイントですね。 あの、ちなみに、あの、平成23年の出題趣旨とか見ると、他の侵害回避手段があったか否かを検討する。まあ、これはですね、他の侵害回避手段があったか否か、これは、えっ、ー、と、お隣の条文だよね。緊急避難。同じ文言でやむを得ずにした行為っていう、このね、要件。これ、お隣の条文では補充性を意味すると。緊急避難ではね。えー、すなわち、他の侵害回避手段の利用可能性。他にやる、えー、手段がなかった。 だから他になんか手段があったから、あ相当性を否定するみたいな論じ方しちゃうと、こっちになっちゃうからさ、それ緊急避難の要件ですよっていうことになっちゃうね。補充性の認定になっちゃいますよと。えー、他方、結果を比較する、結果の重大性だけ比較してって、これもお隣の条文なんだよね。生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった。これは法益の健康性って言いますけど、これは端的に結果の重大性の比較。やりすぎたらダメと。 侵害結果が大きくなっちゃったらダメと。だから、えっ、ー、と、まあ、この正当防衛の要件の、この相当性のところでもね、この他の回避手段とか、えー、あるいは結果の重大性って指摘しても間違いではないけど、それを理由に否定する、それだけを理由に相当性を否定するみたいな書き方をすると、それは緊急避難の要件認定になっちゃっていて、えー、正当防衛のね、相当性の要件としては、 えー、最も重要なこの行為の危険性という視点が欠けちゃうんだよね、えー、正当防衛はあくまでも生態不正の関係だから緊急避難よりはハードル低いですよ当然いうね緊急避難は生態性の関係だからものすごいハードル高いわけですよ、えー、他に利用可能な手段が一つでもあったら否定されるわけだからはいいいですかねえっ、ー、とあとそのそうだ、えー、と過剰防衛との関係も指摘しておきますねこ相当性が否定される場合 これが防衛の程度を超えた行為です。すなわち、やむを得ずにした行為という要件が否定されると、その程度を超えた行為に該当し過剰防衛になるよと。こういう関係にありますね。で、ちょっと緊急避難の方と、まあ、パラレルに整理しとくといいんだけど、緊急避難の方は、これは、やむを得ずにした行為までは満たして、健康性が欠けた場合が、その程度を超えた行為なんでね。と、解するのが、まあ、通常というか判例実務の立場なので、ちょっとここ勘違いしないようにね。 え、過剰避難になるのは、法益の健康性の要件をかけた、がかけたときです。補充性まで満たすことは前提です。まあ、補充性がかけた場合も過剰避難の一類形にすべきなんだと。補充性がない場合も過剰避難にすべきなんだという学説はあるけど、えー、文の読み方としては、えー、このその程度を超えた行為というのはどう考えてもこの生じた害が避けようとした害のを超えなかったと。害の程度を超えなかったと。 で、その程度っていうのは、ここを指していることは明らかなので、条文の読み方としてはこの理解が素直ですね。はい。えー、まあいいでしょう。で、なんだっけえっ、ー、と、そうだ。その、えー、他の侵害回避手段があったかとか、結果の重大性っていうのを指摘しても間違いではないけど、相当性でね、防衛行為の相当性で。ただ、えー、最も重要な考慮要素は行為の危険性の点だから、意外にこの相当性の認定がビシッとできてるかどうかって、これ意外に差がつきますね。 これ何回も出題されてる話だけど、えー、ピシッと認定できているかどうかっていうのは結構差がつく印象です。はい。じゃあ見ておきましょう。えー、8ページ。えー、やむを得ずにした行為とは、ああ、旧約制の侵害に対する反撃行為が事故または他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のものであって、えー、相当性を有するものであることを言うと。で、防衛行為の相当性については、はま、判断基準を出します。えー、具体的には、 侵害者及び防衛行為者の年齢とか、体格とか、攻撃対応、狂気使用の有無などの具体的事情から侵害及び反撃行為の危険性を考慮した上で実質的に判断すべきだと。はい。で、当てはめですね。A の項に対する不正の侵害は素手で、項の,の顔面をオードしようとするもの。 A および甲がいずれも20代の男性であり両者の体格に大差はなかったということも考慮すればその攻撃力はそれほど強度なものではなかったと認められるまず侵害の攻撃力これに対して防衛行為はどうかということな本件一つ行為は破体の長さが約1 8トルの殺傷力を有するサバイバルナイフを用法上の凶器として用いていることに加え背後から,何,ら何の警告もなく A の右上腕部に突き刺すと。強く突き刺すと。え、こういう攻撃対応ですね。一つ行為ですからね。切りつけ行為と違いますからね。切りつけ行為より一つ行為のが、当然攻撃力は上です。はい。そうすると、ええ、この攻撃対応は A の生命の安全に対する危険を多分に含むものであり、現に はい。原2で実際の結果、実際に発生した結果を指摘しておきますけど、A は過量3週間を要する右上腕物質の重傷を負っていると。はい。えー、このね、大きな怪我を負っているということからしても、本件一つ行為は一歩間違えば A の死亡結果すら発生しかねない危険なものだったと。えっ、ー、と、ポイントはだからさっきも言ったように、結果の重大性を比較する要件じゃないので、 結果の重大性を指摘する場合は、行為の危険性に引き直して評価すると。こんだけ重大な結果を発生させるほど危険な行為だったんだよっていう形で評価すると。これがポイントですね。結果が重大だから相当性を欠くっていう形で直結させて論じるとやっぱ不適切なんで、説明不十分なんで、結果が重大だからではなくて、重大な結果を発生させるほど危険な行為だったからと。そう,いうワンクッションを入れて説明しないといけないということになります。 はい。そうすると、結論。えー、と、オツの一つ行為は、法の身体の安全を守るための防衛行為としては、やむを得ない程度を超えたものと言わざるを得ない。えー、防衛行為としての相当性を逸脱した過剰なものであったと言うべきであると。えー、そうすると、えー、9ページ。以上より、オツの認識していた事情を基礎とし、えー、本件一つ行為時点でオツが置かれていた状況等を考慮しても、 え、オツの認識上、本件一つ行為に正当防衛が成立するとは認められないと。え、オツが認識した事態は正当防衛ではないということになりますね。はい。そうすると、え、オツは防衛行為が過剰であるということを基礎づける事実認識に欠けるところはないんだから、故意責任は否定されないということだな。障害罪の故意責任は阻却されない。これが結論になります。 はい。で、ただ、36条2項の順用で、えぇ、ー、刑の均衡を図ると。えー、ということだな。その36条2項順用の可否というところで、えー、過剰防衛について刑の任意的減免が認められる根拠は、緊急状況下の行為における行為者の心理的圧迫状況、状態を、えー、理由として、責任避難の減少が認められる点に求められることからすると、えー、上記のような誤送過剰防衛の場合であっても、行為者の主観面においては過剰防衛と共通すると。 ということになるので、36条2項の規定に準拠して、刑の原刑を成し得るものと解すると。ただし、えー、通常の護送防衛の場合は、先ほど言ったように、えー、故意責任は問いえないけど、過失責任は問い得るからね、過失犯は成立の余地が残るわけですよね。はい、こことの均衡をさらに考慮する必要があってね、えー 普通の誤送防衛の場合は、過失過失責任は問えるから、その均衡を考慮し、刑の免除までは認めることは相当ではないだろうと。また少なくとも過失犯より軽い罪、軽い刑に減刑することは認められないと返すべきだろうということで、えー、と36条のその刑の減免根拠から出発してね、えー、この順用、36条2項の順用を肯定した上で、この過失犯との均衡という観点から、 まあ修正法理まで述べられると、さらにいいだろうということですね。修正まで指摘できるとね。はいということでした。以上より、オツには A に対する障害罪が成立し、36条2項により、成述した限度で、K の任意的原型が認められるよというのが結論。はいということです。 で、次です。えー、D に対する、え、説刀罪か。D に対する説刀罪の正否ということですね。はい。えー、レジュメ10ページに行きます。で、説刀罪の逃避ということで、まずは構成要件該当性です。 本件原付は飲食物の宅配業務に従事していた D が付近のマンションに立ち入っている間、道路脇にエンジンをかけたままで一時的に止められていたに過ぎず、未だ D の排他的な支配内に置かれていたのであるから、D の占有が及んでいたと認められる。まあ一応 D の支配が及んでいたか否か一応問題となるので認定しましたね。ただまあここは簡潔に認定していいと思います。 はい。え、がって、え、オツが D に無断で本件原付を発信させた上で、運転してその場を立ち去ったという行為。本件乗り去り、乗り去り行為というふうにしておきましたけど、はい。これは D の意思に反して本件原付の占有を侵害したものであって接収に当たる。はい。で、客観面はいいでしょう。で、次主観面。えー、故意及び不法領得の意思ですが、まず故意については、ああ上記事実の認識任用に欠けるところはありませんと。と で、また、本罪の成立に必要な不法領得意思とは、えー、権利者を排除し、他人の物をその経済的用法に従い、これを利用または処分する意思を言う。こちらはダッシュ罪ですからね。え取、ー、ダッシュ罪における領得意思、不法領得意思の定義。で、まあ、一応、一時使用と、ちょっと拝借と、ちょっとお借りしますという、一時使用目的であることから、えー、まあ、一応その権利者排除意思が問題となるということで、ここの部分を認定していく必要があるんだけれども、 えー、ただ、両得意思とはいえね、えっ、ー、と、そこに書きましたけど、永久的にその物の経済的利益を保持する意思であることは要しないと。永久に奪うと。永久に権利者を排除するという意思である必要はない。一定期間完全に権利者を排除して、完全に自分の独占利用の状況に置けば、排除意思は肯定されますと。 え、してみてみると、オツは本件原付を安全な場所までの移動手段として利用した上で、こっちは乗ってるからね。さっきは説問1は乗って、あの、バイクは乗ってなかったよね。えー、ところがこっちは乗ってます。ということなので、えー、しかもそれは乗り捨てる意思でしょこれ変換意思があるわけじゃないんですよ。えー、一時拝借、ちょっとお借りします。後で返しますって、そういう、ね、そういう意思ではないですよね。乗り捨てると。乗り捨て意思。えー、やはりこれは権利者を排除したと言うべきでしょう。 え、本件原付の占有を侵奪した以上、一時的にも本件原付の権利者を排除し、終極的に自ら本件原付に対する完全な支配を取得して、所有者と同様にその公用を享受する意思があったというべきであるから、不法領得意思が認められると。あの、一応アスタリスク、あの説明つけといたけど、一時使用、まあ、いわゆる使用セットですね。 について、権利者排除意思の欠如を根拠として過罰性を限定すべきか否か。これが問題の所在だけど、えー、返還意思の有無だとかね、あるいは使用期間の長短、使用に伴う価値の秘証等を考慮して、えーまあ、総合的に判断される。まあ、参考判例19とかを見ておいてください。もっとも一時使用であっても本問みたいに乗り捨て意思の事案ね。乗り捨て意思である場合はこれ結局一時的にでも財物を利用した上で完全に権利者を排除したんだから、結局領得意思を否定することは困難でしょうと。 えまあ参考判例20とかを見ておいてください、えー、なので、権利者排除意思が否定されうるのはまあ少なくとも返還意思を有している事案に限られるのかなとこういうことを指摘しておきます本件は返還意思ないからね、えー、乗り捨ててやろうという意思だからだからまあそこまで問題にならないんじゃないかなという,ふうに思いますね。 はい。ということで、構成保険該当性は肯定される。で、違法性ですけれども、えっ、ー、と、D はオツに対して何ら不正の侵害に及んでいないから、本件乗り捨て行為は D との関係で正当防衛が成立する余地はないですね。速、え、攻、ー、で緊急避難ということになります。11ページ。で、えっ、ー、と、11ページ冒頭で自傷自称避難についてを検討してますけれども、参考判例22と23つけておきました。 で、これがちょっと難しい問題ですね。えっ、ー、と、本文では応用的なね、えー、問題はここの点かなというふうに思います。で、11ページ下のアスタリスク先に見てしまいますけれども、えっ、ー、と、自傷避難については、えっ、ー、と、自ら避難を招く行為をした者は、当該避難に対して緊急、えっ、ー、と、緊急避難を行うことが許されるかという問題。 で、かつては全面否定説とか全面肯定説もあったけど、まあ現在の学説の体制は、あ自称避難も一定の場合には緊急避難を認められると。緊急避難が許される。まあ部分的肯定説というかね、そういう立場にあるだろうと。えー、下級審の裁判例では、まあかつてね、 えー、行為者が事故また、あ事故の故意または過失により自ら招いた避難を回避するための行為は緊急避難行為に当たらないと、まあ、全面否定みたいなね、こういうふうに読めなくもない、えー、下級審裁判例あったけれども、まあ、判例の立場は必ずしも全面否定に依拠するものではないと言われています。えー、例えば故意に避難を招いた場合は、 おおむね、えー、緊急避難の成立を否定する傾向にあるが、まあ過失で、えー、緊急、えー、過失で避難を招いた場合については、あなお、緊急避難が成立する余地を認めているとの指摘もあります。えー、と、例えば12ページの参考判例23については、あ過失による自,、えー、自傷避難の事案で、有責行為により自ら招いたもので、社会通念に照らし、やむを得ないものとして是認することができない場合と言えるか否か、まあ一応こういう基準を示してますね。 ただ、もっともっていうところでアスタリスクの続きですが、この基準が緊急避難の要件の、いかなる要件との関係で検討されるべき問題に位置づけられるのかが、なお判然としないと。ちなみにですね、この問題、圧倒的大多数の答案は、あの、このレックの、今日お配りしたレックの作成した参考答案例もそうなんだけど、圧倒的大多数の答案は、 えー、先に緊急避難の個別要件をね、えー、検討して認定した上で、えー、これらの要件を満たすとしても、自称避難として違法性素客が否定されないかっていうふうに問題提起して論じていると。で、まあそういう論じ方も誤りまで、誤りとまでは言えないでしょうね。ただ、えー、要件を満たすのに、えー、法律要件を満たすのに法律効果を否定するというね、こういう論法は法律論としてはあまり、 えなんていうか、成功法ではないというか、王道ではないんだよね。イレギュラーなんですよ。で、やっぱり実務的にも、要件論から離れて、なんか抽象的に効果を否定する話みたいなね、えー、そういうものに位置づけると。まあ、こういう思考は基本的には取らない。えっ、ー、とね、かつて、自傷侵害についても、こういう論じ方だったんです。すなわち、あの、政党防衛の個別要件認定した上で、えー、なお、 お自称侵害として違法性阻却は否定されないだろうか、みたいなね。最後に論じると。え、要件を満たすことを前提に最後に論じるみたいな、そういう位置づけで論じていたんだけど、ただ、自称侵害についてはご存知の通り、最高裁判例が出ました。ラリアット事件。はい。で、この最高裁判例が出て以降は、ちょっと論じ方が変わったということは言えるでしょう。 えっと、このアスタリスクのところですけど、えー、自称侵害の問題については、あ参考判例24ですね、えー、ラリアット事件が、えー、防衛行為者が侵害者の攻撃を自称したというね、客観的事実自体からね、えー、何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為と評価できるか否かという問題、はい、これを検討し、これが否定されるとおよそ正当防衛、または過剰防衛が成立しなくなるという法律を展開したと。 はい。だから、自傷避難の問題を、これと同様にパラレルに理解していくのであれば、自傷避難の事案ではね、えー、自傷避難の事案であっても、結局、緊急避難の個別要件の認定に先立つ前提問題としてですね、えー、何らかの避難行為に出ることが正当とされる状況における行為と言えるか否かと。はい。これを検討する。まあ、こういう枠組みで論じることになるんだと思われます。 えまあちなみに試験委員の某先生の書籍にもですね、自称機能についてこの枠組みで検討し得るという解説が書かれています。えー、したがって分析例でも一応この枠組みを採用して、個別要件の認定に先立つ前提条件の検討と、まあ、そういう位置づけで、自称機能の問題を検討しました。ただしですね、 何度も言うように、自称機内については、こういう枠組みで検討した最高裁判例が出ているわけではないので、えー、まあ、ある程度自由にここは議論できるというふうには思いますけどね。はい。で、これに対して、やはりですね、違法性訴却を否定するんだったらあくまで、やっぱり法廷の要件認定の問題に位置づけて検討されるべきである。 はい。そういう理解から、あ自称侵害の場合は、一定の要件の下で、侵害の嗅白性を否定すべきだと。嗅白性の侵害の要件だな。嗅白性。ここに位置づけて検討すると。えー、こういう見解もあります。実際、このラリアット事件が最高裁で出る前の下級審裁判例はあ、これが多かったんですね。嗅白性に位置づけると。えー、すなわち、えー、侵害の自称誘発と、まあ、こういう枠組みではなくて、あくまでも法定の要件である嗅白性の要件。 はい。こ、これによって正当防衛の非正規を検討すると。だから、性を否定すると。えー、例えば参考判例25とかね、えー、侵害の自傷性という事情は、侵害の急迫性の要件に明確に位置づけて検討してますね。だから、自傷侵害であれば急迫性の要件に位置づけるんだと、この考え方と同様に行くなら、これとパラレルに行くなら、自傷機難の場合は、機難の現在性要件だな。現在の機難。 この要件認定の問題に位置づけて論じるということになるんだろう。こういう枠組みになるんだろうと。えー、何度も言うように、基本的には条文の要件認定に位置づけてね、要件の問題に位置づけて検討するというのが実務家の思考ではあります。えー、なので、まあ、これ、自称機能の問題は、この現在性、機能の現在性要件で検討するんだという見解のほかにもね、例えば補充性、先ほど見た、 補充性とか、こういう健康性、ここの要件を厳格に判断することで対処するんだと。えー、補充性要件とか健康性要件、こちらで対処するんだと。まあ、こういう見解もありますよね。えー、かなり学説でも割れてます。えー、自称機能の問題についてどの要件で論じるべきか。あるいはこれらの個別要件の前提状況の認定という問題に位置づけるのか。 はい。まあ、あまり学説の議論も煮詰まってはいないんですね。参考になるような最高裁判例があるわけでもないということで。まあ、ここはどのような枠組みで論じてもある程度は許容されると思われますので、一応この分析例ではですね、えっ、ー、と、前提問題に位置づけました。だから11ページを見てください。で、見ていきます。本条により、 緊急避難が不可抜とされる根拠は、法益に対する避難が切迫しており、国家による保護を求めることができない緊急状況にあるときに、不正の侵害者ではない第三者の法益を犠牲にして避難行為を行うことも、一定の厳格な要件の下では社会的に相当な行為であるとして、是認されるべき点に求められると。そうだとすれば、行為者が有責行為によって自ら避難,避難を招いたものであり、 社会通念に照らしてやむを得ないものとしてその避難行為を是認することができない場合は、当該行為は何らかの反,、えー、反撃じゃない。ごめんなさい。何らかの避難行為に出ることが正当とされる状況における行為とは言えない。従って緊急避難は成立しないと解する。で、当てはめ。 確かに A は、オツに刺されたことを認識したことで、オツに対する加害意志を生じており、公述する A の追跡による、オツの身体に対する避難。まあ、本件避難と言いますが、はい、これは、オツの有跡行為が契機となって生じたものであると言えますと。まあ、そこは、あ間違いないだろうと。しかしながら、 え、A が、オツを蹴りつけ、え、ツが本件ナイフをその場に落とした後、すぐさま、オツは走ってその場から逃走していると、逃げ出していると。これを見た A は、オツを捕まえて痛めつけてやろうと、考えて、待てこの野郎と叫びながら、走ってオツを追いかけているということからすれば、A は自らの意志でオツへ危害を加えようと、積極的かつ必要に、オツの追跡に及んだのであり。 本件、機難は、少なくとも、オツが、その場から逃げ出した時点以降については、オツが自ら招いたものとまでは言えないと。えっ、ー、とね、ここの結論は、事案の評価としてはいずれもあり得ると思います。ただ、この枠組みで論じる場合って、結局、個別要件認定の前提でこれ今論じてますから、ここで違法性阻却を否定しちゃうと、否定する結論を取っちゃうと、 自称機難だから、あの、 違法性訴却は否定されるよと。緊急避難成立しないよと。え、そっちの結論をここで取っちゃうと、個別の要件認定のけん個別の要件の検討の余地がなくなっちゃうんですよね。しかしながら問題文はですね、問題文を読むと、え、緊急避難の個別要件の認定に配点があることは、まあ明らかなので、ね、個別の要件を認定すべき事情が問題文にあるので、え、まあそこで点を取りたいから、まあここは答案戦略上ですね。え、戦略上の判断としては、違法性訴却の余地を残して、 した上で個別要件認定の問題に入っていくと、はいまあ、その方が得点は高くなるだろうという戦略的判断もあります。えー、何度も言うけど、事案の評価としてはここはどっちでもいいかなと。どっちもありうるかなと思いますね。したがって、本件乗り去る行為が避難行為として社会通念上是認できないものであるとまでは言えない。何らかの避難行為に出ることが正当とされる状況における行為ではない。 とまでは認められないよ、というふうにした上で、個別の要件認定ですね。12ページ。えー、カッ番。はい。で、えー、以下、本件乗り去り行為について、緊急避難の要件を充足するか否かを検討すると。で、まず現在の機難ですけど、えー、現在の機難とは法益に対する侵害、またはその危険のある状態が現に存在しているか、または間近に押し迫っていることを言うと。えー、本件乗り去り行為に先行して、A がオツを捕まえて痛めつけようと考え、 え、待てこの野郎と叫びながら走ってオツを追いかけているということからオツの身体に対する現在の機難があるよねと。はい。先ほどのその自称機難の問題を、え、この機難の現在制要件に位置づけて論じるんだという枠組みを取れば国交で検討していくということになりますけどね。 はい。で、次が、避難意思ですね。オツは逃げながら、A が背後から追跡してきているのを見て、このままではすぐに追いつかれて暴力を振るわれてしまうと思っていたところ、本件原付を使って A の追跡を振り切り、安全な場所まで移動しようとして、本件乗り去り行為を呼んでいるということから、乗り去り行為は避けるため、すなわち避難の意思を持って行ったものと認められると。で、次がやむを得ずにした行為。やむを得ずにした行為は先ほど言ったように補充性ですね。 え、避難を、え、避難を避けるために、当該避難行為を行う以外には、他に方法がなかったことを意味すると。補充性を意味する。ところ、A は、オツよりも足が速く、A、え、オツが A の追跡を振り切るためには、本件原付を運転して逃げ切ることが唯一取り得る手段であった。と、問題文に書いてあることから、ああ、本件乗り去り行為はやむを得ずにした行為と認められる。あのね、ちなみにですね、この個別の要件認定の問題として、補充性は、 これ実際の事案ではほとんど認定できない、認められない要件ですよね。非常にハードルが高い要件。だって他に一つでも回避手段が他に一つでも存在すれば否定されちゃう要件なんですから。でそうすると結局具体的な事情からこの要件認定を、この要件を充足するかの検討を、えなんていうかフリーで皆さんに出題すると、 え、中立的にこう、し、出題するとですね、えー、はい、この事実の中から補充性を認定してみてください、検討してみてくださいっていう形で、出題、試験問題で出題しちゃうと、ほとんど全ての答案で否定の結論になるはずです。それゆえ、司法試験で、これ出題されるときは、あのー、緊急避難に出題されるときは、この要件事実はもう問題文で確定させてあるんですよね。 これいつもそうなってました。あのー、本文でもこれ問題文に唯一の手段ってもう明確に書かれてあるんですよ。だからもう補充性については問題にならないというか、えっ、ー、と、主要事実が問題文で確定されちゃってるという前提になるんです。この出題の仕方、これ、へえっ、ー、とね、令和元年もそうだったんですよね。令和元年の問題も、まあ見ておいていただければと思うんだけど、これも結局ね、えー、緊急避難の要件について、この補充性は問題なく認定できるように問題文で確定されてました。 やはりね、これはあの生の事実から検討させるとみんな否定され、否定になっちゃうからだと思います。そういう要件です。だから実際の、あのやっぱり実務の中でもね、あの緊急避難が最もハードルが高いのはここですよね。補充性。この要件をクリアできる状況っていうのはそうそうないんだと。すごいハードルが高い要件だと。 まあそういう感覚ですよね。ただ、試験で出題されるときは、ここがね、こう唯一の手段とかって書いてあるから <laughs>、問題文に書いてあるから、あここの要件が確定されていて、これ逆に言うと、結局、こういう言葉が出てきたら、あ、これは補充性が問われてるんだと。あ緊急避難が出題されたんだなとかね。はい。まあそういったことの目印だよね。その、この検討が必要なんだという目印になりますので、えー、問題文を見読んだときにね。はい。まあそういう指摘もできるんだと思います。 はい。がって本件のりセり行為はやむを得ずにした行為と認められるよと。で、最後が健康性化。えー、お通の身体の安全を保護するため、D の財産というより価値の小さい法益を害することは、法益の健康を欠くものではない。生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に当たるよと。えー、さっきも言ったけど、この害の程度を超えたら、ね。そしたら、過剰避難になりますけどね。その程度を超えた行為で。 え、補充性まで満たすことを前提に健康性が欠けたら過剰避難になりますけど、え、本問は、ま、身体対財産ということで、ここの均衡も欠けてはいないと。はい。結論。え、13ページ。以上より、本件乗り去る行為に緊急避難が成立し、本罪は成立しないというふうにしておきました。はい。ということで、一応、刑法の方は、ああ、解説は以上になりますので、ここで一旦休憩にしましょう。 はい。じゃあ、後半刑事訴訟法、第2問ですね。えー、始めていきます。えー、では、じゃあ、まず問題文から見ていきましょう。はい。えっ、ー、と、レジュメ、えっ、ー、と、刑事系というタイトルのレジュメの方で問題確認していただいて、えー、と11ページかな。設、えー、問1、えー、事例1記載のおとり捜査の適法性について具体的事実を適時しつつ論じなさいと。 でさらに、説問2は、えっ、ー、と、11ページの一番下に、説問2っていうのだけあって、次のページか。えっ、ー、と、12ページ。で、証文1で、えっ、ー、と、資料1の控訴事実に対して、資料2の罪となるべき事実を認定し、判決をすることが許されるかについて論じなさいと。 え、資料1、2が、あこのような形で付いていると。ちょっと中身はまた後で、え、具体的に確認していくことにしますけどね。んで、えー、問、えっ、ー、と、説問2の証文2ですけど、ちょっとまた前提事情が変わって、この出し方去年もあったね、え、昨年もそうでしたね。正門1と正門2で前提事情をちょっと変えて、で、正門2の方で、 えー、聞いている内容としては、事実認定の理由として、えー、共謀が成立したのは、あ同月二日である。旨、えー、切除した上で、資料3のお通りのお事実を、事実を罪となるべき、事実、罪となるべき事実として認定し、えー、判決をすることが許される、許されるかについて論じなさい。えー、と、ここにありますね。資料3はい。 ということで、レジュメの方ですね、オリジナルレジュメの方、21ページから行きましょう。まず全体の感想ですけれども、えっと、今年はだから第1問が捜査法で、第2問が、まあ、素因論を中心とする公判手続きからの出題で、えっと、証拠法、まあ、とりわけ、伝聞からの出題はなかったと。え、刑法は共犯が出なかったし、刑相は伝聞が出なかったと。まあ、そういう年でした。 全体として、えっ、ー、と、ケースは、まあ、昨年に引き続きですね、分量、難易度ともに、えー、適切な問題だっただろうというふうに思います。えー、ただ、設問1のお取り捜査。これはですね、リーディングケースとなっている最高裁判例、そのままの事案ではありません。えー、事案をひねってある、えー。現場思考力、対応力、分析力と、事案の特殊性に応じて、現場で思考をすると、思考力。えー、さらにはあ、判断力というものがあ求められる。 はい。あの、そういう問題になっていたかなと、非常に良い,い問題だったと思います。え、説問2、証問1については、これは応用力というよりは基本事項の理解が試される問題。素因論はね、あまり応用的なところで出題しちゃうと、もう、あの、複雑になりすぎて、えー、ちょっとね、受験生に要求する問題としては、ちょっと適切ではない。 ええ、いいことになりかねないので、えっ、ー、と、蘇院論が出題されるときは、まあ結構基本的なところから出るという感じだよね、いつも。はい。なので、まあそれをね、ええー、きちんとお、まあリーディングケースとなっている最高裁判例がありますので、その最高裁判例の基準をそのまま用いて、えー、的確な事例処理ができているか、これを試す問題になっています。 え、他方で、昭文2については、素因論としては、やや発展的、応用的な論点からの出題という位置づけになるんだと思います。ただ、昭文2は、えっと、これ後で述べるけど、予備試験の過去問でね、ほとんど同じ問題が出たことがあって、 あの、まあ、それが司法試験の出題として適切だったかというね、ここはちょっと検証されないといけないんじゃないかなというふうに思いますけど、まあ、ちょっと後ほどそこも言及しましょう。じゃあ、まず、う説問1から見ていきます。で、え第1位、おとり操作の意義、適法性判断基準ということで参考判例1位をつけてあります。まあ、これがリーディングケースの判例です。でアスタリスク1を見、アスタリスクを見ていきますが、21ページの下のとこだな。 はい。おとり捜査の適用法制については、平成22年の出題趣旨ですね。えー、おとり捜査の適用法制については、おとり捜査の意義を定義し、 おとり捜査一般の問題の所在や適法性判断基準を示した上で、いわゆる機械提供型か範囲誘発型かというだけでなく、本件で当該捜査手法を取るべき必要性補充性や働きかけ行為の相当性を考慮し、質問で与えられた具体的事実を踏まえて本件における働きかけが適法であるか否かを詳細に検討する必要がある。はい、こういう説明がなされています。 えーとまあ、参考判例1がですねおとり操作の定義を出しているので、まあ、よろしいですか、まずちょっと先にこっちを確認しちゃいましょうかね、おとり操作の定義というところあのポイントは働きかけだよね、働きかけ。 働きかけがない場合、例えば警察官が一般市民の被害者を装って、相手方から犯罪被害に遭う機会を待っていて、ね、相手方が犯罪に出たところで検挙するという場合、これはおとり捜査には該当しないと。まあ罠を仕掛けるという意味では共通なんだけど、働きかけがないからね。いいですか。ただ、まあえっ、ー、と、本文、まずだから、まずはおとり捜査に当たるかどうかを検討しなきゃいけないんだけど、ただ本文は出題の仕方がさ、 えとおとり捜査の適法性について論じなさいになっていて、まあ、だから本門の捜査手法がおとり捜査であることはもう前提でいいんだよね、えー、なので、まあ、ここは大してというか、端的に指摘するだけでいいというふうに思いますけれども、えー、説問で本件の捜査活動がおとり捜査であることは前提とされているから、おとり捜査該当性については一応、問題とする必要はないのかなというふうにも思います。 まあただ、その判例のう、定義する鍵括弧を取り操作と、この説問が言っている、いわゆる一般的な用語としての取り操作が厳密な意味で一致しているかどうかは限らないというか、それはまあ一応別問題と、いうことで、一応その判例が定義する鍵括弧を取り操作に当たるかっていうことを、まあ冒頭で簡単に確認しておきました。はい、21ページを見ていきますが、 え、踊り捜査とは捜査機関がその依頼、え、捜査機関またはその依頼を受けた、あ、捜査協力者が、その身分や意図を相手方に必して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に至ったところで、え、現行犯逮捕等により、検挙する、そういう、う、捜査活動を言いますよと。で、え、本件で司法警察員 P らが A を介して P を麻薬の、あ、ごめんなさい、大麻の 買い手として、え、に紹介させた上、まずは少量の大麻をサンプルとして持参するように仕向けて、え、に大麻密売の意思があることを確認し、その後、甲が 10kg の大麻を持参したところで、え、を大麻の営利目的所持の現行犯人として逮捕した。はい、この一連の捜査は、おとり捜査に当たるよと。はい、以下、本件おとり捜査と言いますけど、まあ、この部分は省略してもいいと思いますけどね。 はい。で、えっ、ー、と、問題は適法性判断基準のところということですね。で、えっ、ー、と、これは、えっと、2のところを見てください。えー、おとり捜査は、強制手段、すなわち、個人の意思を制圧し、身体住居財産等に成功を加えて、強制的に捜査目的を実現する行為に当たらない場合であっても、はい、ここまでが、まず一つ目の基準で、 いいかな。ここもだから基準を。えー、っと。よいしょ。いいですよね。強制手段に当たらない場合。はい。これが一つ目の基準だよね。第一基準。操作の構成。司法の連結性。 え、対象者の意思決定の自由等を侵害し、または侵害する恐れがあることから、任意捜査として、状況の遺憾を問わずに常に許容されると解するのは相当でなく、はい、その後、具体的状況のもとで必要かつ相当と認められる限度において許容される。これが二つ目の第二基準ということで、二段階審査、二段階基準。二段階判断。はい、これは、捜査の適法性の判定枠組みだよな。えっ、ー、と、講義ノート。 見ておきますけど、はい、これをきちんと意識してということですね、えー、第一基準が強制処分該当性判断ですで第二基準があ任意捜査についての、えー、いわゆる捜査比例の原則比例原則の判断、えー、この2段の枠組みを意識してください2、えー、段階枠組みになるのは2段階判断枠組みになるのはこれ別におとり捜査の場面,場面でも同じですからねはい で、まあ、この、操捜査比例の原則、比例原則が捜査類型ごとに具体的にね、こう考慮要素が具体化されていくということになるんだけど、まあ、おとり捜査の場合には、えー、具体的にはと、えー、おとり捜査によることの必要性と、おとり捜査の対応の相当性を総合考慮し、少なくとも、直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において、通常の捜査法のみでは、 ええー、当該犯罪の摘発が困難である場合に、機会があれば犯罪を行う意思があると疑われるものを対象におとり捜査を行うことは、197条1項に基づく任意捜査として許容される。はい。まあ、ちょっとこの、えっ、ー、と、比例原則の具体的内容についてはまた後ほど言及しますけど、えっ、ー、と、この2段階枠組みを意識して、まずはね、だから、えっ、ー、と、22ページ。えー、まずは第一基準。えー、強制処分該当制と、ここから検討していきましょう。 はい。えっと、23ページのアスタリスクを先に見ちゃいましょう。23ページ。強制処分該当性の判断については、まあ、これ仮にですね、捜査機関が相手の自由意思を制圧するような働きかけを行った結果、相手方による犯罪の実行が強制された後、まあ、おとり捜査を強制捜査として行うと。はい。まあ、こんな事態に至れば、もはや相手方がこれに応じて犯罪に出たと。ここを満たさない。 さっきのノート、どこ行きましたあ,あった、ねえー、とこれですねこれに応じて犯罪に出たとはもう言えないよね、自由意思が否定される場合は。だ結局、強制でやったら、強制に当たるようなあ対応でこれを行ったら、結局、このおとり捜査の定義に当たらないという、ねえー、ことになるだけでしょうと。 いうことです。この場合、そもそも相手方は犯罪実行に向けた自由意志が認められないことになっちゃうから、強制されたと。強制、国家によって強制的に犯罪をやらされたと。はい。まあ、この場合はまあ犯罪の成立自体が否定されるという結論になるはずですよね。まあ、いわば国家による間接制犯。えー、個人は完全な道具として利用されて、国家により利用されて犯罪をやらされたと。道具として利用されたと。 はいまあ、完全な道具であれば犯罪成立しないということで、まあ、これはもう、おのずからですね、強制には当たらないということが前提になるんだということになるんだけれどもね。 えー、判例の定義するおとり操作に該当していれば、該当するような操作手法であれば、それは自ずから任意操作と、任意操作として位置づけられた上で、えー、比例原則、操作比例の原則の適用により、えー、適用法制が判定されるということになっていくんだけれども、ね、えー、だからその意味で、第一基準の結論自体はほとんど問題にならないんだけど、えー、とはいえですね、この二段階判断だということは意識してください。第一、第一基準を飛ばしていいという話にはなんないから。そこですね。 第一基準を省略していいということにはならないので、必ず第一基準の検討についても、答案上で書く必要があると、えー。勝負は第二基準ですけど、勝負はこちらですけれども、こちらを無視しないでくださいというのが、ここでの注意点。で、見ておくと、お22ページ戻っていただいて、 え、令和3年11月20日に P は A を介して自身を大麻の買い手として、え、こうに、紹介させた上で、こうに電話をかけ、大麻5キロ欲しいが、まずは100グラムをサンプルとして手に入れて、その質を確認したいと述べた。 これに対し、こは、安全に取引できる場所があるのか不安なので気が進まない、旨述べたことから、P は安全な取引場所として宿泊施設を提案、手配したところ、同月23日、同施設で、こと愛、こうから乾燥大麻100グラムを譲り受けた上で、まあこれを以下第一取引と言いますけど、普通化後に同じ場所で残りの大麻の授受を行うこととした。同月24日、こから明日の取引を取りやめたい。 胸告げられると、P は、自分は長年 X 組と交友があり、X 組との取引も続け、続けてきたので、不安に感じる必要はない。約束した代金の1.5倍の代金を払う。など述べて、公の信用を得ようと試みるも、なお渋る態度を示した公に対して、じゃあということで、同じ単価で10キロをまとめて買ってもいいと。現金はすぐに用意できる。心配ない。 など述べて、えー、具体的な金額を提示したと。で、同月25日、蒸、え、気、ー、施設に乾燥大麻 10kg を持参した項に対し、P は見せ金として用意していた現金を見せたと。はい。まあ、これを第二取引と言っときますけど。はい。で、一応、まあ,あ、今回の働きかけの経緯、流れを整理しといた上で、えー、結論自体は簡単だから、ね、この強制処分該当制の判断はね、えー。結論はパパッと認定すればいいんだけどね。 すなわち、だから、この、本門の捜査活動の流れを、まあ、整理した上で、まあ、およそ、強制に至っていない、おそ、およそ意思制圧するような働きかけには至っていない。まあ、これ、簡単に評価して、え、認定しておけばいいだろうと。 はい。ということで、このカッコ2のところですね。本件お取り捜査における上記 P の働きかけは、電話で公に大麻の申し、譲り受けを申し入れた上で、安全な取引場所を用意し、その後、取引に消極的な態度を示した公に対して、代金の増額や取引量の増量を提案した上で、見せ金としてあらかじめ現金を用意するなどして、公が取引に応じるように仕向けたと。 というものであるところ、第一及び第二取引、いずれにおいても最終的にはこうが、事故の意思で、え、P と、ートの取引に応じることとしているのであるから、あ上記、働きかけは、およそ個人の意思を制圧し、身体重業財産等に制約を加えたものとは認められないということですね。従って、本件の取り捜査は、強制の処分、え、197条1個正し書きには当たらない。はい。で、ここはパパッと認定した上で次に行くわけです。ここがメインです。え、任意捜査の適法性ですね。 23ページ。で、これもアスタリスクを先に見ちゃいましょう。えー、ここでは比例原則をどのように具体化して、えー、いくのかと、えー、いうことが問題になるわけですが、25ページのアスタリスクの一つ目ですね。えー、おとり操作の相当性の判断については、かつては範囲誘発型と機械提供型を区別し、前者は違法、後者は適法という二分論ですね。えー、まあ、いわば、 え、国家による間接性犯強制する場合は国家による間接性犯ってさっきそういう話しましたけど、え、国家による調査藩なのか、国家による補助犯なのか、範囲誘発だから、国家による調査藩であれば違法、機械提供であればあ、すなわち国家による補助犯であれば適法みたいな、こういう二分論、イメージとしては。 で、この類型分け、結局、捜査機関による働きかけの対応、程度の違いに着目しているものであり、えー、参考判例1位の原始、えっ、ー、と、第一審か、第1審もこういう二分論の判断枠組みを一部取り入れた判断をしていました。あーただ、結局のところ、働きかけの対応、程度という考慮要素は、結局、相当性判断の一事情ではあるものの、 えー、範囲誘発か機械提供化の区別、それ自体が唯一のメルクマール、唯一決定的なメルクマールになるわけではないよね。えー、あくまで操作比例の原則、比例原則による判断である以上、必要性、相当性、双方の事情に着目する必要があります。えー、参考判例1の原審が、 こういうふうに言ってるね。いわゆるおとり操作の適否については、おとり操作によることの必要性と、おとり操作の対応の相当性を総合して判断すべきと。はい。あくまでも比例原則の判断だということで、機械提供か反誘発か、それ自体判断して終わりじゃダメだよということですね。えー、なので、これが比例原則の適用の関係でどういう位置づけになるのかという話ですね。で、えっ、ー、と、見ていくと、 比例原則の具体化というところですね。で、このリーディングケースで最高裁が、えー、こういうね、えー、要素を示しているということで、1から3までありますよね。えー、参考判例1ですけど、少なくとも、丸1、直接の被害者がいない薬物犯罪の等の捜査において、丸2、通常の捜査方法のみでは、えー、当該犯罪の摘発が困難である場合、 に、丸三、機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象に、おと、おと、おとり捜査を行うことは、ああ、任意捜査として許容される。というふうに判事しています。はい。この丸一ないし丸三の判断要素についてですけれども、まず丸一、この直接の被害者がいない犯罪だというね、これね。はい。これは、えー、犯罪の性質、被害者なき犯罪であるという犯罪の性質を言うものであって、 で、えー、すなわち密行性が高い犯罪類型。被害者目撃者からの供述が得られないという意味での摘発の困難性。えー、まあ、その限りで必要性を、おとり捜査の必要性を基礎づける類型的な事情だよね。 で、えー、同時に、被害者がいないんだから、結局そのおとり捜査によって、受ける直接の被害者、おとり捜査の結果実行された犯罪による法益侵害が発生しないという意味では、相当性を基礎づける事情にもなるよね。はい。まあ、いずれの事情も基礎づけるだろうと。次、まに、えー、通常の捜査方法による摘発の困難性。 はい。摘発、犯人の摘発にとっておとり捜査が不可欠であるという意味で、これは必要性を示す事情。おおなんだけれども、ここでは犯人検挙の一般的な必要性、一般的類型的な必要性では足りないと。補充性だよね。他の通、他の捜査方法のみでは、摘発ができない。これは、具体的必要性というふうに言っておきましょう。補充性まで要求すると。 ええー、まあさっきね、緊急避難の要件というふうに言いましたけれども、ええー、あれに近いわけですよ。他に手段がない。ええー、通常のさ、犯人検挙の一般的な、累計的な必要性ということであれば、例えば、権疑の程度とか犯罪の重大性とか、そういう事情で基礎づけられるけど、ええー、ことお取り捜査に至ってはそれでは足りないということだな。他の方法では摘発が困難だと言えるような事情が必要だよと。 で、最後に ③、丸三機械提供型ですね。この機械提供型。はい。ここの位置づけは、これは、まあ、先ほど言った通りおとお、働きかけの対応程度を示すものだから、まあ、これは相当性を位置づけ、相当性を基礎づける位置事情に位置づけられるでしょう。ということでですね、えー、なお、この判例は、丸一ないし、丸三の判断要素の先頭に、少なくともという言葉をつけてますので、ね。 えー、この場合じゃないと適法になんないよって言ってるわけではないんだよね。少なくともこの場合は適法だって言ってるだけで。いわば事例判断です。だからこの場合以外でも適法になる余地は、理論上はそれは残ってるわけだよね。えー、少なくとも ○1-1○3 の場合は適法というだけなんで。 だから、えっ、ー、と、丸一ないし丸三が必須の適法要件という位置づけで述べてるわけではない。そういうことは論理的には意味していない。えー、論述においてこの判例を引用する場合も、単に丸一ないし丸三を、これをね、えー、こうなんか要件として事実を当てはめていくっていう感じで、で論じるのではなく、えー、一ないし丸三の要素が結局このね、比例原則ですから、あくまで。 今判断しているのは、この丸一ないし丸三の各要素がお取り操作の必要性相当性をどのように基礎づけるのかを意識して、なんか今説明したようなことを意識して、どういう意味で、いかなる意味で必要性が基礎づけられるのか、え他方で相当性が基礎づけられるのかと、ここを意識して検討していくということだよね。丸一ないし丸三の各要素がお取り操作の必要性相当性をどのように基礎づけるのか、まあこれを意識して具体的事実を評価する。まあこれが重要だよということを指摘しておきます。 特にですね、本問は参考判例1とこのリーディングケースの参考判例1とは事案がかなり異なっているので、働きかけの対応程度についても、本問の事案の特殊性に応じた検討が必要です。これを単に3要件みたいに挙げて、この3要件に当てはまるか当てはまらないかみたいな検討をするだけでは、十分な検討にはならないんじゃないかなというふうに思います。ね、もちろんこれ意識して検討するべきですけどね。 はい。じゃあ,あ,あ、見ていきましょう。まず必要性から見ていこうか。ページ戻っていただいたら、23ページですね。えー、おとり操作によることの必要性を見ていきます。 司法警察院は過去の大麻事件の捜査過程から、大麻密売の疑いがあるものとして、孔の存在を把握していた。暴力団 X 組の組員 A から、A が以前検挙された際に所持していた大麻の入手先が孔であり、その当時孔は大麻を栽培及び密売していたこと、孔が A に再び大麻を売ろうとして接触を試みている可能性があること。 え、ま、これらの、ことについて、情報提供があった、ということから、公に対する濃厚な権威が生じていた、と。権威ですね。まあ、この辺はだから、一般的、類型的な、犯人検挙の必要性を基礎づける事情、一般的な事情ということになるよね。えー、濃厚な権威が生じていた。 他方で本件は大掛かりな大麻密売という重大事犯、重大薬物事犯であって、一般にこの種薬物の取引は秘密裏に行われることから、その証拠収集には困難を伴うところ、公はあ、契約名義の異なる携帯電話機を、携帯電話を順次使用しており、現に公が A に, A にかけてきたあ、携帯電話の電話番号のお契約名義にもう実在しないということが判明していたのであるから、 本件では、上記 A からの情報提供によっても、捜査機関において、校の身元や所在地、身元すら割れてないんだよね。身元や所在地等を把握することができず、他の捜査手法によって、証拠を収集し、校を検挙することが極めて困難な状況に陥っていたというふうに認められるので、おとり捜査によることの、おとり捜査による証拠収集の必要性が強かったと認められる。 はい。えっ、ー、と、先ほど言ったように、おとり操作という操作手法を用いることの必要性、これは補充性が必要になりますから、他の操作手法による摘発の困難性を指摘する必要があります。えー、他方で、またっていうところね、ちょっとこれだけで、えーと、本問は検討を終われないかなと思ったので、またっていうところから見ていくと、えー、による大掛かりな大麻密売の全容、全容解明につなげるには、孔を大麻の単純所持ではなく、 営利目的所持で検挙する必要が特に強かったと。えっ、ー、とね、これ何を論じているかというと、あの、加えて本文ではね、特殊事情として、まずサンプル取引、だから第一取引でサンプル持ってこさせて、で、その後本体取引、第二取引で大量の大麻を所持しているというところで検挙すると。こういうね二、二段階取引手法ですよね。二段階取引を仕向けていると、ここが本文の、 最大の特殊事情というか特殊性なんだよね。で、この二段階取引手法を用いる必要性があったのかと、ここをね、えー、ここもね、えー、丁寧に検討して、慎重に検討しておく必要があるだろうと。えー、一般的におとり捜査が必要でしたと。おとり捜査による必要があったんですっていうことは、先ほど言った補充性を指摘できればいいんだろうけど、二段階取引までやる必要はあんのと。一発目で逮捕すればいいじゃんと。なんで泳がせたんですかと。 はい、なので、まあ、えー、っと、この辺もちょっと丁寧に指摘できると、よりいい答案になるだろうということで、やはりですね、こう問題文に、えー、このね、えー、条文が引用されていると、大麻取締法がこう引用されていてさ、で、見ればわかるけど、えー、っとこのね、24条の2の1項がまあ単純所持で、2項が営利目的なんですけど、 営利目的なんですけれども、えー、法定刑が違うわけですよねで。やはり営利目的になるかどうかっていうのは、すごい大きな話、重大な話で。 えー、まあ、だから結局、こういうふうに、問題文に条文が引用されているのに何かしらの意味があると、考えるべきなんでしょう。あの、実務上ですね、この薬物事、薬物事犯は、えっ、ー、と、罪名に英利がつくと、初犯であっても執行猶予がつかないケースが多々ある。えー、反対に英利がついてなければ、単純所持とかであれば、まあ初犯であれば、大半は執行猶予がつくという感覚。 えー、罪名に営利がつくか否か、営利となるか否かはあ、非常に重要な事情という認識なんですよね。で、そう考えたときに、この二段階取引手法をやらないと、営利で検挙できなかったんだと、ここを分析しとく必要があるんでしょう。 えー、こうを大麻の単純所持ではなく、営利目的所持で検挙する必要があったと。ね、大掛かりな大麻密売の全容解明が必要なわけですからね。えー、ちょっと少量持ってた単純所持で引っ張っても、その全容解明につながらない可能性があると。はい。そうするとですね、こうによる自己使用目的である旨の、ね、えー、弁解を排斥するためには、これよくこういう、だ営利で、えー、営利で、えー、検挙された場合には、 えいり目的を否認するというときに、まあ一番出てくるのは自己使用目的ですという弁解。はい。で、この弁解を排斥するためには、結局、大量のタイマーを所持している時点で、現行犯人逮捕する必要があったと言えるんだと。これ逆に言うと、少量の所持のときは、少量の所持の時点では、 鋭利での逮捕っていうのはなかなか難しい。鋭利で引っ張るっていうのはなかなか難しい。まあ、逮捕した後その後の捜査が進んで、やはり鋭利性を基礎づける証拠が出てきたんだ、で、え、英で起訴されるって、このパターンはあり得ますけど、逮捕を英利で、英利の方で逮捕するというのはなかなかね、少量しかなかったら難しいというのが実務上の感覚だと思います。それに対して大量の大麻だったら、いやこや、どう考えても自分で使う量じゃないでしょうと。自分自身で使う量、 ありえないでしょうと。この状況で逮捕するんだったら、営利目的で逮捕できるだろうと。はいで。こういうことを考えるとですね、やはり今回営利で逮捕したいなと考えたときに、えー、それが全容解明につなげるために必要だと、こういうふうに考えたときには、やはり大量の対魔処置の時点で検挙するということが必要だったんだと。しかしながら、通常ですね、違法薬物の密売にあたって、売人が面識のないものを相手に初めから大量の取引に応じるとは考えがたいと。 したがって捜査機関としては、まず一旦はね、えー、このお取り捜査の目的をね、えー、この大掛かりな大麻密売の全容解明というこの目的を達成するためには、まずは第一取引により少量の大麻をサンプルとして、えー、譲り受けて、えー、公との信頼関係を構築した上で、その上で第二取引、本体の取引で、えー、公が大量の大麻を持参したところを検挙すると。はい、この段取りでお取り捜査を実施していく必要。 あったんだと。ういうことですね。この二段階取引が必要だったんだと。はい。そういうふうに認定しておきました。で、次、踊り操作の対応の相当性ですね。えー、で、これは参考判例2をつけておきましたけれども、えー、と、ちょっと後に述べる通り、参考判例2が、えー、と、一応ですね、この二段階取引の事案なんですよ。まさしく。 ただ、そことも本門はやっぱりちょっと事情が違っていて、と。なので、すごく、あの、やっぱり本門はひねられてます。非常にひねられている問題で、現場思考力、対応力が試されているな、という気がしますね。で、見ていくと、えー、相当性の方ね。他方で、上述の通り P が、大麻の取引を持ちかけた当初から、公は消極的な態度を示していた。その後も、第二取引の中止を申し出ていたのに対し、P は、 取引場所の宿泊施設を手配し、また第二取引にあたって、代金増額や取引量の増量を提案した。だけでなく、自身と X 組との交友をほのめかした上で、A と口裏合わせをした上で、公を安心させようと工作までしているということで、はい。これらの一連の過程において、公に取引に応じるように仕向けた P の働きかけの対応程度、 はい。これは相当程度強度な、必要なものだったと言わざるを得ず、えー、本件を取り捜査は、任意捜査の方法としては、必ずしも妥当であったとは言い難いと。えー、やはりですね、本文は、あの、判例の事案と比較すると、ね、捜査機関の働きかけが相当強度であると、ういうことは、明らかなので、まあ、少なくともすんなりと相当性ありにはできない、そういう事案です。 えー、限界事例ですね。あの、必ずしも妥当とは言い難い。しかしながら、 違法とまでは断じ難いみたいな。この論じ方は、ええと、ま、限界事例で判例がよく使うやり方なんですけど、ね、相当性判断で、本当微妙な事案ね、限界事例で判例が使う、論じ方で、ま、高縄グリーンマンション事件とかね、え、ああいうのを参考にしましたけれども、え、結局、ま、本問は、これ結論いずれでもあり得ると思いますが、相当性を肯定する場合であっても、やっぱり限界事例なんですよ。そういう位置づけで、そういう認識で検討すべき。 え、限界事例だと認識すべき事例だと思います。はい。まあ、しかしながらで相当性を基礎づける事情を集めてみましたけど、その後、え、A からの情報提供によれば、そもそも、甲は以前にも A に大麻を譲渡した売人であったと、今般改めて A に大麻の取引を持ちかけようとした疑いがある人物であったことに加え、 P は第一及び第二取引に応じるように仕向けるにあたって、公に対して脅迫的な現時等は一切用いていないということからしても、結局のところ、公は高額な取引代金を利得しようとの動機から、すでに大麻の優勝状等を期として改定を求めていたと言うべきであり、実際にも自らの意思により第一及び第二取引に応じているのであるから、当初から機会があれば犯罪を行う意思があったと言うべきである。 そうすると、本罪が被害,者な被害者なき犯罪であって、本件をとり捜査による直接の被害ないし、法益侵害は生じていないということも総合的に考慮すれば、本件をとり捜査が社会通念上任意捜査として許容される限度を超えたものであったとまでは断じがたいということですね。 で、さらに、ま、あの、先ほどの二段階取引は相当なのかと、ここも考えとかなきゃいけない。ここも慎重に検討しとかなきゃいけないので、えー、またっていうところで追加的に論じておきましたけれども、えー、あえて最初に検挙せずに泳がせた点ね。で、これね、参考判例に、えっ、ー、と、アスタリスク先に見ちゃうか。あと25ページ。の、二つ目のアスタリスクですけど、 え、本問では、捜査機関がまずは、孔から少量の大麻をサンプルとして譲り受けた上で、その時点では孔を逮捕せずに、えー、その後に大量の大麻取引を行うよう、さらに働きかけたという点で、えー、本件の取り捜査の特殊性がここにあるよと。えー、このような二段階取引手法の相当性について、参考判例2がですね、こう言っていると。えー、サンプル交付は、その後の大量の大麻樹脂の売却のための準備行為である。 と認められるから、サンプル大麻の所持について現行犯逮捕しなかったからといってえー本。本体、大麻所持ですね、えー、本体取引の際の大麻所持はい。これがこの犯罪行為が誘発されたといった関係にはないんだと判断し、このような手法による捜査経過は一連のおとり捜査であって。 一連の取り操作ですね。一連の取り操作であって、操作機関に任意操作として許容されるおとり操作の範囲を逸脱したものとは認められない。うん。ということでですね。えっ、ー、と、この参考判例にはですね、結局操作、あこのおとり操作が操作活動として一連一体のものだと、えー、いうことを根拠として、だから要は分解して評価すべきじゃないよと。前半は、 機械提供。前、前前半のサンプル取引は機械提供だけど、えー、後半の本体取引は反誘発だと。前半は適法だけど、後半は違法だ、みたいな。こう分断して、えー、分断的に判断すべきではない、ということを言ったんですよ。まあ結局、弁護人側からそういう主張が出たからね、それに対応する形でこういう判断を示したんですけれども。えー、ただ、本問は、じゃあ、 一連一体だと言っただけでいいかどうかと。お、すなわち、えー、第一取引と第二取引との間に、公、えー、と、こうが取引中止を申し出てますよね。もうやめるって言ってますよね。これがまたさらに特殊事情でさ、これはその参考判例2にもなかった特殊事情。この意味でも参考判例2とも事案が違うんですよ。 結局やっぱり本問の結論はいずれもあり得るということになると思います。結論がいずれであっても、その本問のね、この事情、特殊事情、判例と異なっている事情。はい、ここに着目した上で相当性の判断が、ま、丁寧かつ、的確にできていれば、十分高得点になるだろうと。で一応、参考分析例としては、えっ、ー、と、ここの部分についてどう評価したか。24ページ。 またっていうところを見ときますけど、また、孔が第一取引に応じて乾燥大麻100グラムを持参した時点では検挙せずに、あえて同人を泳がせた上で、第二取引に応じさせたという点についても、サンプル交付はその後の大量の大麻取引のための準備行為であり、このような操作過程は一連の取り操作であると認められると。それに加えて、上述の通り、 大掛かりな大麻密売が疑われる本件事案の性質上、その全容解明のためには、大、え、麻、ー、栽培拠点を発見、特定する必要があったと。 ところがですね、25ページ、司法警察員らは第一取引の後に公を追跡尾行したものの、途中で見失ってしまい、結局、同拠点の発見には至らなかったと。この事情だな。ここもまた特殊な事情で、他方で、この事情も判例の事案と異なっていると。本門特有の事情で、未だ拠点発見に至っていない以上、やっぱり第一取引の時点では検挙できなかった。 としてもやむを得ないだろうという方向で評価しています。やはり、栽培拠点を特定しないと全容解明に至らないんだとしたら、そこがまだ発見できていない段階で、第一取引の段階で検挙できなかったとしてもやむを得ないだろうと。やはりあくまでも最終的にはこの大掛かりな大麻密売の事案、このことの真相を解明すると。 全容を解明するということが目的なわけですからね。はい。だからここを考慮すると P が改めて第二取引に応じるように公に働きかけた上で、公、えー、がより大量の乾燥大麻 10kg を所持した段階で同人を検挙するという捜査手段を用いたこともやむを得なかったというべきだ。はい。ここも評価しておきました。 というようにですね、単純に機械提供ですとか、えー、範囲誘発ですとか、これを論じるだけじゃ全然済まないんですよ、本問は。そういう事情がいっぱいあるわけです。えー、ここがきちんと論じられていたかどうかで、えー、点数かなり変わってくるんだろうなと。ね、えー、以上より機械提供だから OK ですとかね。えー、それを論じてるだけだとやっぱ不,不十分というか物足りないと。いう感じがします。 はい。で、一応この分析例の結論としては、はい、以上の事情から、本件を取り捜査は、こうを検挙して、同人による大掛かりな大麻密売の全容を解明するというね、捜査目的を達成するために、必要かつ相当な限度において行われたと認められる。従って、本件を取り捜査は適法であるという結論にしておきました。はい。ということでした。えー、質問1は以上ですね。 じゃあ、説問2に行きましょう。説問2はですね、えー、と、まずは、こう、証文1ですけど、構想事実2つですね。えー、構想事実と罪となる,なるべき事実か。で、ここを比べていくと、えー、と、えー、レジュメで言うと26ページですが、証文1。<laughs> はい。えっ、ー、と、資料1位の構想事実。えっ、ー、と、構想事実丸1としておきますけれども。はい。これに対して、えっ、ー、と、資料2位の罪となるべき事実。まあ、これを認定事実丸1というふうにしておきます。はい。これを比較すると、えー、本件非現住建造物等放火罪の実行行為の方法についての事実的死が変動していることにわがかわかるということだよね。えー、構想事実は、添加した石油ストーブを倒して、と。 えー、罪となるべき事実は何らかの方法で、と。ここ以外は全部同じだから、実行行為の具体的な方法。はい。ここに変動が生じていると。ということで、えー、さ、以下、裁判所が、素因変更手続きを経ることなく、じえー、認定事実丸1を認定することが許されるか否かについて検討すると。 はい。よろしいでしょうか。まず問題の設定の仕方を見ておいてくださいね。で、アスタリスク、えっ、ー、と、ソイ変更の要否の判断基準ということで、えー、26ページの下のアスタリスク見ていきますけれども、えっ、ー、と、消耗1はもうお、このね、リーディングケースである最高裁判例。これ、えっ、ー、と、平成24年の出題書士でもうそのまま丸々引用されていた最高裁、えっ、ー、と、参考判例3ですけどね。えっ、ー、と、 講義ノートを映しながら、アスタリスク見ていきますが。えー、素因変更の要否の判断基準について、平成24年の出題趣旨でもうね、この判例を引用しながら説明がありました。え、かつてはいわゆる具体的防御説と抽象的防御説を中心に多様な考え方があった。 ところ、近似、審判対象を確定に必要な事項が変動する場合には、被告人の防御にとって不利益か否かに関わらず、蘇院変更が必要である。審判対象を確定するために必要な事項でなくても、被告人の防御にとって重要な事項につき、検察官が蘇院に明示した場合に、裁判所がそれと実質的に異なる認定をするには原則として蘇院変更を要する。が、被告人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照らし、 被告人に不意打ちを与えるものではないと認められ、かつ判決で認定される事実が総院に記載された事実に比べて、被告人にとって不利益であるとは言えない場合には、蘇院変更せずに、蘇、え、院、ー、と異なる認定してよい。はい。ということで、この参考判例3が引っ張られて、このまま引用されてますね。24年の出題出資、えー。同判例の内容を踏まえた上で説得的に各自の基本的な立場を明らかにし、蘇院変更の要否の一般的な基準を定律する必要があるということですね。 だからまあ本門でもこの基準を用いて当てはめればいいとで。確認します。第一基準は審判対象確定の検知です。えー、審判対象確定の検知から蘇因、えー、罪となるべき事実の特定に必要不可欠必須の事項についてはあ、そこが変動した場合は素因変更必要になりますよと。ここ例外なしです。こちらは例外なし。 はい。で、これは、この観点からは必要がないと言える場合であっても、次が被告人の防御の観点から。一般的に被告人の防御にとって重要な事項については、検察官が蘇うに明示した場合は、それと変更するには、いう変更が必要だと。原則必要だと。これは原則例外なんですね。だから第二基準は都合、二つの基準に分かれて、全体で言うと都合三つの三段階のね、判断になるんだけれども、基準としてはまあ、第一基準が、審判対象確定の検知。 第二基準が防御の観点ということになるでしょう。で、えー、原則必要であっても、だから例外的にということで、例外的に具体的な心理経過に照らし、不意打ちかつ不利益ではないんだったら、そういう認定にならないんだったら、例外的にそういう変更不要だよと。だから、一般的、類型的な防御の観点と、具体的な防御の観点。 えー、ということで、えー、非常にきめ細やかな判定ができるそういう、えー、判断枠組みになってるんですよねよろしいですかであとはこれに照らして判断していくのが本問なので、えー、まあだからそのまんま論じましたけどこれ,これこのまま使って、えー、と判定していけばいいだけの問題なのでねよいしょえー、っとレジュメはだから、えー、26ページか で、見ていくと、えっ、ー、と、ソ因の特定が要求される趣旨は、裁判所に対し審判の対象を確定するとともに被告人に対し防御の範囲を示すことにあると。えぇ、ー、素因の趣旨二つですね。審判対象確定と防御機能と、審判対象確定機能と防御機能の二つ、ここから論じていく。そうだとすれば、審判対象確定の検知から、素因の記載として必要不可欠な事項について、 素因と実質的に異なる認定をする場合これが第一基準ということだな。えー、審判対象確定の検知から、えー。この場合は素因変更が必要となる。これは例外なし。他方、上記検知からソ因変更が必要となるとは言えないと解される場合であっても、一般的に被告人の防御にとって重要な事実について。はい。これはだから、第二基準の、えー、1、原則論。 ですね、原則争点、えー、明確化などのため、えー、検察官において総員に明示するのが望ましいということができ検察官が総員においてその事実を明示した場合に判決において実質的に異なる認定をするには原則として必要だといいですねこれは原則もっとも、えー、被告人の防御の具体的状況等の審意の経過に照らし 被告人に不意打ちを与える、不意打ちを与えるものではないと認められ、かつ判決で認定される事実が、素因に記されされた事実と比べて、被告人にとって不利益であるとは言えない場合には、はい。ここが最後ですね。これはだから、第二基準の例外ですね。第二基準2の例外。例外的に素因変更手続きを経ることなく、素因と異なる事実を認定することができる。 あとは、この基準を用いて、本文の当てはめをしていけばいいということになります。ここまでよろしいですかさて、じゃあ、まず第一基準から見ていきましょう。審判対象確定の検知からです。27ページ。えー、参考判例4-5をつけておきました。えー、構想事実一と認定事実一を非対比すると、犯行日時場所、客体、結果。 については実質的な差異はない。えー、その上、乙、えー、が家屋1階の12畳間に灯油を撒いた上で放火したという範囲では実行行為の内容にも変わりはない。具体的にどのような手段で放火したか。要はどのような手段で着火したかだな。着火手段。これが、ね、この実行行為の方法が異なるだけ。ってことですね。 はい。えっ、ー、と、27ページのアスタリスクを見てください。えー、審判対象確定の検知からの判断。第一基準ですけれども、えぇ、ー、損因ないし罪となるべき事実の特定に不可欠な事項か否か。はい。まあこれをどう判断するのかという話ですけれども、これはご存知の通り、よいしょ。 まず第一基準からいきますけどね。えー、まあこれ、あの、ソインの明示の程度っていう問題ね。え、あるいは罪となるべき事実の、お記載の程度。まあ、外括的記載の可否という問題ですけど、ここの判断基準です。えー、ソインの明示については、参考判例4がありますけど、えっ、ー、と、暴行対応だとか、障害の内容だとか、死因だとかの表示が外括的なものにとどまっていた。 あが、できる限り日時場所方法をもって、障害致死の罪と,なるべき罪となるべき事実を特定して、葬儀を明示したと認められるから、葬儀の特定に欠けるところはないと判示している。また、罪となるべき事実の判事の程度に関する参考判例5。はい、これは、構成要件に該当すべき具体的事実を、お外構成要件に該当するか否かを判定するに、たる程度に、具体的に明白にする、を持って足りる。 無、ね、判事していると。はい。ということで、ご存知のとおり、実務上はいわゆる識別説にし従って運用されています。えー、識別説を前提とすると、すなわちそのね、えー、この記載の具体性の程度は、二つだな、条件二つ。えー、一つは特定の構成要件に該当することがわかる程度。で、二つ目が他の犯罪事実と区別ができる程度。ね、えー、特定の構成要件に該当している事実だってことが判定できればいい。 そして他の犯罪事実と区別してその犯罪事実だって分かればいい。この二つの条件を満たせば OK。識別説を前提とすると結局実行行為、実行行為の存在は要件事実だよね。 罪となるべき事実そのものだよね。実行行為がないのに、ね、えー、特定の構成要件に該当するとは言えないわけだから、実行行為が存在することは要件事実です。罪となるべき事実そのものです。ただ、その存在が前提となる限り、具体的な方法、実行行為の方法について、これは特定明示は必須ではない。ということになるよね。方法はともかくとして、放火したことが明らかである。放火したことが要件事実です。 放火したという実行行為が存在しなかったら、特定の構成受けに該当しないので、えー、それは識別説に立っても、審判対象が特定されていないという話になるが、放火したことがわかるのであれば、えー、どのような方法であっても、いかなる方法であっても、放火したことには変わりないんだから、じゃあ、具体的にどういう方法だったかって、これは特定に必要不可欠な要素ではないよということになるはずですよね。 ちなみに、この本件の事案においても結局、素因変更の要否というね、判決に至る手続きの適否の問題とは別途、判決の内容の適否の問題として、この罪となるべき事実をこういう事実の認定の仕方したらですね、判決の内容の適否と、適否の問題として、いわゆる外括的記載の可否という問題が出てきますけれどもね、何らかの方法でって、この書き方は許されるのと。 ただ、本問では、この点については、説問で明示的に検討対象から除外されていたので、まあ、ここは論じる必要がないという前提でいいです。ここか。えー、問題文で、罪となるべき事実の記載が、判事として十分かについては論じる必要がないということで、えー、ここはもう、明示的に検討対象からは外れているから、外括的記載としていい、これでいいのかという問題は論じる必要ないですね。手もっぱら手続き面だけ論じればいい。 はい。ということになるので、27ページ、先ほどのところに戻りますけど、えっ、ー、と、上述した素因の審判対象機能からすれば、えー、そもそも素因の記載は他の犯罪事実と区別し得る程度に記載することをもって足りる。と識別説ですね。 え、しかるところ、非現住建造物等放火罪の素因としては、実行行為の方法が明示されていないからといって、それだけで直ちに素因の記載として罪となるべき事実の特定にかけるものとは言えない。そうすると、素因において実行行為の方法が明示された場合に、それと異なる認定をするとしても、審判対象確定の検知からは、素因変更が必要になるとは言えない、ということだよね。 はい、よろしいでしょうか。で、先ほど言った外括的記載のものが、可否は問題にならないので、えっ、ー、と、まあ、もっぱらね、えっ、ー、と、もうこの観点からあ、審判多少確定の検知からは問題にならないといって、第二基準に進むと。あの、平成24年で出題されたときはさ、えっ、ー、と、この外括的記載の可否も問題あの、出題されたんだよね。本文ではここで除外されてるけど、罪となるべき事実の記載として、十分か、と。 これはまさしく、ね、この疎因の特定とか罪となるべき事実の判事としてそれで十分に特定されているのかという観点から判決の内容の適否を論じるという話になるんだけれども平成2 0年の出題、司法試験の出題ではこちらも問題までとこちらの問題まで検討することが求められていたと、と出題されていたと、ただ本文ではそこは除外されています。 はい、ということで第基準という、第2基準、被告人の防御の検知、こちらに進んでいこう27ページですが、被告人の防御の検知、第2基準については、参考判例6をつけておきました、こちらですねで、アスタリスク見ておきます、29ページのアスタリスク。 実行行為の方法について変動したという場合ね、実行行為の方法の変動、参考判例6がですね、被告人の防御の検知から、ね、第2基準の判断において、こう言ってます、ガスに引火爆発させた方法は、本件非厳重建造物等放火災の実行行為の内容をなすものであって、一般的に被告人の防御にとって重要な事項であると、いいね、一般的に、えー、実行行為の方法は一般的に重要な事項だよと。 したがって原則は必要なんですよね。えー、検察官が蘇因の、に実行行為の方法を明示した以上、この抽象的防御の観点から、一般的防御の観点から言えば、えー、第二基準1、原則論から言えば、蘇因変更が原則として必要と判断される。でその上で、 検察官は蒸気ガスに因果爆発した原因が同スイッチを作動させた行為以外の行為であるとした場合、被告人の刑事責任に関する予備的な主張は行っておらず、裁判所もそのような行為の具体的可能性やその場合の被告人の刑事責任の有無、内容に関し、求釈名や証拠調べにおける発問等はしていなかった。という事情を指摘して、このような審理の経過に照らせば、 何らかの方法により因果爆発させたと認定するのは本件審理における公募の範囲を超えて無限定な認定をした点において被告人に不意打ちを与えるものと言わなければならない不意打ち認定だと、えー、すなわち原則必要なんだけどこのね 事案、同判例では、公判において、検察官の主張する実行行為を被告人が否認して争っていた反面、検察官の主張する実行行為以外の方法による因果爆発の可能性については、何ら争点となっていなかった。何ら主張立証がされていなかった。という、この具体的な心理経過、ここを指摘して、 その上で具体的防御の観点ですね。第2基準の2、例外。え、素因変更が例外的に不要とされる場合に当たらない。原則通り必要だ。という判断をした。ってことですよね。この具体的な心理経過を踏まえた上で判例6を、ね、判例6の結論を検討していたか。が問われるんですよね。問われているんですよね。事案を踏まえて。 えー、判例を理解していればですね、えー、同じ基準をね、本門の事案に当てはめた場合に結論がどうなるかっていうことがわかるはず。えー、やはりですね、事例問題の的確な分析のためにも、結局、判例学習の際にですね、具体的な事案、事実を踏まえて、当該判例を学習しておくということが重要だと。えー、具体的な事案を踏まえた判例学習の重要性、これを改めて認識させるような、あ、問題だよね。 というのは、すなわち本問は、この判例と、ね、えー、本問の事案では、じえー、この心理経過に関する事情が異なっているわけですよ。えー、検察官の主張する方法以外の方法による放火の可能性について、本件の心理経過を前提とすると、本問の心理経過を前提とすると、被告人に防御の機会をどの程度保障されていたのか、とこれをですね、えー、本件の後半の、本件後半のこの心理経過に照らして具体的に検討する必要があると。 いうことね。反例の結論だけ知ってるだけじゃ、ここは当てはめできないわけです。よろしいですかその観点から見ていきますよ。27ページに戻りますけれども。はい。27ページで3の括弧1のところですね。もっとも、オツが遠いに着火した方法は、 本件非現住建造物等放火罪の実行行為の内容をなすものであって、一般的に被告人の防御にとって重要な事柄、重要,重要な事項であるから、あ検察官が訴因においてその実行行為の方法を明示した以上、判決において訴因と実質的に異なる認定をするには原則として訴因,因変更手続きを要する、原則要すると。まずだから第二基準1、原則論ですね。で、括弧に えー、そこで以下、おつの防御の具体的状況等の心理の経過に照らし、例外的に素因と異なる実行行為を認定し得る場合であるか否かについて検討する。はい、例外を設定してそこで検討していきます。これが、あ第2基準に例外の部分ですね。じゃあ、この例外的に不要になる場合に当たるかどうかということで見ていくと、はい、ここでだから判例6とはだいぶ異なってるよということがきちんと分析できるかがポイントね。28ページです。 えー、判例6との違い、判例六との違いを意識して、ここは認定していってください。えー、本件公判において、検察官は、実行行為の方法を、添、え、加、ー、した石,石油ストーブを倒して火を放つ行為だと特定して、控訴事実丸一において主張し、これに対して O2 は、えー、故意に着火させたことはなく、石油ストーブを見ると、片らの乾燥大麻が燃えていた、旨、主張していた。えー、公判において、 火災科学の専門家の証人尋問が実施され、検察官及び弁護人の尋問を通じて、人為的に灯油がまたれ、まかれたと考えるのが自然であると。と室内に灯油を散布した上で、添加した石油ストーブを倒して、灯油に着火させたと考えて矛盾はない。 などの証言がなされた。で、これに対しですよ。これに対し裁判所が、補充尋問において、石油ストーブを倒す方法以外での着火の可能性について質問すると、同証人は、例えば、可燃物に火をつけて散布された灯油に着火させることも可能と考えられる。旨、証言した。はい。えっ、ー、と、検察官が主張した方法以外の方法による着火の可能性が、ここで話が出てきてますね。えー、裁判所の方が補充し、補充尋問していると。 その上で。 えー、同証人尋問の終了後、裁判所は検察官及び弁護人に、放火の対応に関して追加の立証、えー、追加の主張立証の予定があるかを確認した。が、いずれもその予定はない。旨回答した。そうすると、検察官は、党員着火した原因が、石油ストーブを倒す方法以外の行為であるとした場合の、オツの刑事責任に関する予備的な主張は行っていなかったものの、裁判所の方としてはですよ。裁判所の方としては、そのような行為の具体的可能性について、 調べにおける発問をしその結果得られた証言を踏まえて両当事者に対し、えー、放課の対応に関して追加の主張立証をの予定を確認するという措置を講じていたものであるとはい、ここが参考判例六と違ってますねよろしいでしょうかで、これを踏まえるとということですこのような心理の経過に照らせば、えー、石油ストーブを倒す方法以外の行為による 放火の可能性の点について、当事者に攻撃防御の機会は与えられていたと言うべきであり。裁判所が証拠調べの結果、オツが室内に灯油を散布し、その灯油に何らかの方法により着火させたことは認定できるが、石油ストーブを倒して着火させたとまでは認定できないとの申証を得た上で、認定事実丸一においては、実行行為の方法について、何らかの方法で火を放ちと。 こういうふうに外括的に認定したとしても、放科の対応について、本件審理における公募の範囲を超えて、被告人に不意打ちを与えたものとは言えないよ、という認定ですね。はい。なので、えー、と基準自体はあ、ね、リーディングケースの最高裁判例の基準を使い、 で、その具体的な当てはめのところで、この参考判例6が参考になりますが、この参考判例6を具体的事案を踏まえて検討しておけば、本文との違いがわかると。本文ではこの事情が重要だということが見えてくる。そこを踏まえて本文を分析するということができれば結論が出るでしょうと。 はい。以上より、裁判所が認定事実丸1を認定するにあたって、訴因変更を、訴因変更手続きを経なかったことが違法であるとは言えない。従って、本門の判決をすることは許されるという結論ですね。いいですかね。だから、まあ、ここの、ここまで検討が進んで、例外的に、えー、不要を、えー、要するに、不意打ち、不意打ち認定にもならないということで、 当事者に攻撃防御の機会は与えられていたと言えるから不意打ちを与えたものということにはならないので例外的に不要だということですね。よろししいでしょうか。 さてじゃあ次、証文2に行きますけれども、えー、と証文2についてはまず前提を確認すると,、えー、とこの控訴事実はこの控訴事実で罪となるべき事実も結局このまま認定はしてるんだよね。 裁判所は資料3の高訴事実。まあ、訴事実丸2と言っておきますが、この通りの事実を罪となるべき事実として認定しているが、事実認定の理由として、証拠調べにより、得た新証に基づき、え共謀が成立したのは令和3年11月2日である旨を設置していると。え共謀成立時期について、検察官の主張と異なる事実を認定している。まあ、これ、ここまで含めて認定事実丸2と言っておきますけど、 えー、そこで以下、裁判所が何らかの措置を講ずることなく認定事実丸を認定することが許されるか否かについて検討すると。まあ、えっと、この証文 ② の方も、もっぱら手続き面の問題に、えー、と限定されているので、えー、この判事として十分かについて論じる必要がないので、えー、判決内容の適否については検討対象ではないと。だからそこの判決に至る手続きの問題に、えー 出題のね、えー、趣旨としてはそこに修練していきますけれども、じゃあこれを考えていきましょうと。で、まず、素因変更手続きについて。で、えー、参考判例7ですけど、これアスタリスクを見てください。30ページ。素因論に関連してというね、30ページのアスタリスク。えっ、ー、と、証文1の方はさ、実行行為の方法でした。これね、実行行為の方法。 はい。これは結局、素因の特定に不可欠ではないが、素因に明示されていた事実だよね。不可欠ではないけど、素因に明示されていた事実の変動をめぐる問題であった。だから、素因変更というね、蘇院論の枠組みの中で検討されていた。ところが、証文には、共謀の成立時期。これですね、共謀の上って書いてある。これ、 結局、素因の特定に不可欠でなく、かつ素因にも明示されていないんですよね。い,いついつって書いてないじゃないですか。ね、被告人はおつとお、何年何月何日に共謀の上って書いてないでしょ。素因に明示されてない、えー。特定に不可欠でなく、かつ素因にも明示されていない事実の変動をめぐる問題。 はい。この共同戦犯の成立要件について、えっと、参考判例7ですけれども、えぇ、ー、共謀または暴議は、共謀共同戦犯における罪となるべき事実に他ならない。だから、これさっきの実行行為と、ここは同じレベルの話でね、実行行為の存在は要件事実だったでしょ。同じです。共謀の存在は、これは当然要件事実。共同戦犯の要件、成立要件ですよね。 えー、共謀の存在が共同戦犯の要件事実となり厳格な証明をすることを明らかにしている。他方でですね、えー、共謀の日時とか場所とか内容など、ね、共謀の具体的内容をなす事実ではあるが、それ自体は要件事実ではないことから、共謀したことが明らかであれば要件を満たすと。 いつどこでどのようにって、ここは、それ自体は要件事実じゃないでしょうと。えー、そうすると先ほどと同じ理屈でさ、素因ないし罪とな、罪となるべき事実において、明示する必要はないと。おおるに特定不に不可欠な事項には当たらないと。素因特定に、えー、必要不可欠な事項には当たらないということです。ここまではだからえっ、ー、と、説問1の実行行為と位置づけは同じだよね。えー、実行行為も、共謀も、いずれもその存在が要件事実なのであって、具体的な日時とかね。 内容とか方法とか、これは必須の要素じゃないよと。いいですよね。えー、同判例も、共謀の判事は、共謀がだから成立したことが明らかにされれば足り、さらに進んで、えー、防議の行われた日時、場所、またはその内容の詳細等について、いちいち具体的に判事することを要するものではない、というふうに言ってますね。えー、そのため、実務上は、共同宣犯の場合の控訴事実、記載の素因は、 あ実行行、実行共同戦犯と共謀共同戦犯を区別することなく、単に被告人は誰々と共謀の上とのみ記載されるのが通例ですと。えー、本件の控訴事実もまさしくそうなってますね。被告人はおと、おつと共謀の上とこれしか書いてないと。えー、共謀に関する要件事実はもうこれしか明示されていない。えー、もっとも、 えっと、別に、共謀の政治、争いがない場合にはね、これ以上具体化しなくても、まあ別に問題ないんだけど、共謀の政治が争点となる場合ですよね。え、とりわけ、共謀共同戦犯の事案において、共謀の政治をめぐり争点が形成されることが多く、え、共謀共同戦犯の場合は、そのね、え、 一方は、実行行為に関与していないとなると、実行行為を担当していないとなると、まさしくこの共謀したかどうかが、ね、えー、その共謀者側から見たら、もう、共謀が実行行為に相当するような要件じゃないですか。実行行為そのものは自分は関与してないけど、共謀したっていうことによって、えー、犯罪、共同戦犯の在籍を問われているということなので、共謀の事実があったかなかったかの、ここに修練するじゃないですか。 えー、これはだから実行行為、もう共謀そのものが実行行為と言っていいぐらいに重要な事情、要件事実になってくると。共謀、共謀共同戦犯の場合はですね。はい、そうすると共謀の政費をめぐり争点が形成されてくることが多く、その場合、共謀の日時、場所、内容等はこれは被告人の防御にとって重要な事柄であると。重要な事項であると。えー、従って争点明確化の観点から、えー、検察官が冒頭陳述で、えー、事実主張をしたり、 あるいは裁判所がその裁量により、検察官に急釈明している例も少なくないと。参考判例3、さっきもね、えー、見ましたけど、一般的に被告人の防御にとって重要な事項についてはあ、争点明確化などのため、検察官において明示するのが望ましいというふうに指摘してましたよね。はい。だから、実行行為の具体的内容、 これもね、えー、一般的に重要な事柄だから、望ましい。えソインで明示するのが望ましい。で、えー、通常は、えー、自己行為の方法はソインで明示されますよね。で、ところが、共謀の方は、ソインでは明示されない。さっきも言ったように、実務上、おうと共謀の上で書くだけだから、ソインにおいて明示してこないんですよ。いつどこで誰、えー、いつどこでどのように共謀したかっていうね。えー、凶暴共謀の成立形態。そうすると被告人としては、共謀の成否をめぐって、 で、そこを争うというときに、ね、えー、じゃあ、その、防御対象事実はどういう事実なんだと、一体全体。いつどこでどうやって共謀したっていう話なんだと。それわかんないと防御できないじゃないですか。はい。だから、まずは、だから争点明確化するために、冒頭陳述で検察官が事実主張をしたりだとか、あるいは裁判所がね、裁量で、求釈名を求めるということですね。この共謀の具体的日時を明らかにされたいということでね。えー、総員においては明示してこないので、 はい。ただ、その場合も結局ですね、検察官が例えば冒頭陳述で陳述した内容だったり、釈明した内容が、当然に素因の内容を構成するものではないと解されていることからあ、したがってこの点に事実、この点の事実関係に変動が生じたとしても、えー、素因論の枠組みではね、ね、えー、すなわち蘇因変更手続きをもって対処する必要は生じないから、素因論の枠組みでは問題となる余地がないんだよね。 まずはこの点をしっかりと論述上でも確認しておく必要があるね。これいきなり争点論に飛びついちゃダメですよ。いきなり次のそのね、攻防対象論というか、そっちに飛びついて争点現在か措置だとか、いきなりそっち行っちゃダメです。まずは素因論の枠内で考えると。えぇ、ー、蘇論から検討していくのが鉄則です。ただ、ね、この検察官がいくら900名に応じたとしても、その900名の内容が素因を構成するものではない。 という前提であれば、結局、その事情に変動が生じても、ソイン変更っていうことが必要になる余地はないでしょソインじゃないんだから、そもそも。はい、まずはここを確認しておきましょうね。えーと、なので、えー、29ページ。ソイン変更手続きについて。 え、構想事実丸二において、共謀の日時場所については記載されていないところ、共謀の日時場所は罪となるべき事実そのものではない。え、葬院の明示に不可欠な事項ではない。え、もっとも、本件第一、第一回後半期日の冒頭手続きにおいて、検察官は裁判長からの急釈明に応じて、 えー、共謀が成立した日にちを令和3年11月1日であると明らかにしたことから、かかる検察官の釈明事項が、ね、本件釈明事項と言いますが、これが素因の内容を構成するか否か。まずここが前提問題ですね。書かれてないと。書いてはない。紙に書いてはない。しかし、旧釈明した。これが素因を構成するか。えー、これが素因を構成するとなると、その事実の変動は確かに、 ソイン変更の問題になるので、ソイン論の枠内に入ってきますけれども、それがどうなのか。これが前提としての問題。ソインの機能は、第一次的には審判対象の確定明確化の点にあると返されるところ、えー、係素法は素因 ソインの変更に厳格な手続きを要求していると。ソイン変更手続きというね。え、厳格手続きを要求している。それにもかかわらず、え、ソインの明示に不可欠ではない事項について、え、公においてね、え、単に検察官が釈明しただけと、後半における釈明が、これで当然にソインの内容を、え、構成するんだというふうに解すると、どうなるか。結局、厳格な、ね、法定の厳格な手続きを経ることなく、再現なくソインの内容が変更され続けると。 えー、そういう事態が起こり得るということを意味するよね、えー。審判対象に必須ではない事柄について、必須ではない事項について、検察官の釈明のみで、えー、素因が変動するということになってしまうと、ねえー、生じる弊害というのは明らかですよね。 したがって、素因変更に厳格な手続きを要求した刑訴法の趣旨に、この事態は反することになるので、したがって、単に素因を具体化するために、これ素因特定に必要不可欠な事項だったら話は別ですよ。そうしないと審判対象を確定できないんだから。それについては、検察官が釈明したら、その釈明をもって審判対象が特定されたと。それは素因の内容を構成しているっていうふうに判断する場面はありますよ。ただそうじゃないんですよ。 ソインの内容を具体的に明らかにするためだけにやっていると。審判対象を確定させるためにやっているわけじゃないと。ソインを具体化するためにやっている。まあ、それはだから争点を明確にするとか、被告人の防御の機会を与えるためですけどね。そのためにやっている釈明に過ぎないんであれば、これは当然にソインの内容を構成するものではないと解すると。 で、しかるところ本件の釈明事項はどうかと。検察官の釈明は、素因特定の必要からなされたものじゃないよね。そもそも素因特定に必要不可欠な事項じゃないんですから。共謀の成立時期は。 えー、蘇院特定の必要からなされたものではなく、上述の通り、共謀の日時という素因の明示に不可欠ではない事項について、その内容を具体化する趣旨で、えー、なされたものだと。いうことなので、えー、本件釈明事項が、当然に素因の内容を構成するものではなく、裁判所がこれと異なる認定事実、丸二を認定するにあたり、素因変更手続きを経なかったとしても、素因逸脱認定の問題は生じないよと。えー、すなわち、素因逸脱認定、えー、不国不利の原則違反ですね。 378条3号公団の違反として違法となることはないということですね。だから争点逸脱認定となる余地はないとい。そこでということですね。そこで次、争点健在化措置について参考判例8位ですね。30ページの下のところを見ていきます。これアスタリスク先に見ましょう。アスタリスクが32ページ。 はい。蘇院の内容を構成しない事実についての不意打ち認定。この問題ですね。まさしく。素因の内容を構成しない検察官が釈明した事実についての不意打ち認定が、えぇ、ー、蘇逸脱認定となる余地はないと。ね。378条講談。素因逸脱認定となる余地はない。素因変更が問題となる余地はない。としてもですね、いわゆる不意打ち禁止の法理 に違反するものとして、えー、訴訟手続きの法令違反ですね、370、うん、9条ですね、379条に違反する、訴訟手続きの法令違反、3、ごめんなさい、七7 9条の規定する訴訟手続きの法令違反となる場合があり得ることに注意を要すると。ちょっとね、これ根拠上違法の場合のその根拠条文も注意ね。 え、これ、素因に関するルールに違反するっていうことではなくなるから、もう素因論の話じゃないので、素因に関するルール違反の問題ではなくて、え、これは不意打ち防止の要請っていう一般ルールだよね。え、不意打ち禁止の法理とか、不意打ち防止の、防止防止の要請という、え、手続き全般に適用される一般ルールに違反するという法令、え、訴訟手続きの法令違反の問題だと。え、こういう位置づけになりますね。 え、これは、いわば、素因論、審判対象論と、ま、俊別された、ああ、天論って言いますけども、天論、ま、公募対象論とかね、蒼天論による被告人の防御、防御権保障が問題とされる局面であり、素因外の不意打ち認定について、これを、蒼天逸脱認定というふうに故障する、呼ぶことがありますよと。蘇院逸脱認定ではないと。蒼天逸脱認定だ。参考判例8位がね、 これが述べていますね。共謀の日時について争点とされた日と異なった認定をするには、改めて争点として顕在化させた上で、十分の審理を遂げる必要があると判示した上で、裁判所がこのような争点顕在化措置を講ずることなく、異なった日を認定したことは被告人に対し不意打ちを与え、その防御権を不当に侵害するものであって違法、というふうに認定しました。 はい。えー、なお、この具体的なね、争点健在化措置の内容としては、一応そこに挙げられているようなもの。えー、丸一裁判所から検察官への求釈名。丸二被告人質問における裁判所からの発問。えー、丸三公判前整理手続きに付するとか、この辺が考えられるよと。で、あと、訴因外の事実であっても、結局、控訴事実に記載されていれば、記載に、えー、訴事実の記載に明示されていればですね、 えー、任意的素因変更という手続きが考えられます。まあ、いわゆる念のため素因、えー、念のため素因変更と言われてるやつですね。結構実務上しばしばありますよ、この念のため素因変更。えー、例えば、障害結果について、障害結果も、障害、障害を負ったと。障害結果の存在は要件事実だけど、えー、その障害結果の程度は、要件事実にはならないよね。 だから、必要不可欠ではないんだけれども、えー、例えばだから、控訴事実、起訴の、えー、起訴された時点では、障害結果が、だからまだ、あの、被害者が治療中だったとかね、えー、そういう場合に、えー、起訴された時点では、控訴事実上は、例えば、えっ、ー、と、障害結果のところがですね、えー、過量2ヶ月間を要する見込みの障害とかっていうふうに書いてあったと。 そういう事案で、まあそういう風に記載されていたと。でところが、裁判が進んで審理の経過、審理の期間中に、えー、一応だから治療が終わって確定診断が出たと。全治3ヶ月で確定したと、えー、いうことになったときに、ね、全、え、治、ー、3ヶ月で診断書が出ましたよと。そしたら審理の途中で、ねえー、障害結果の、ね、部分についてはあ、念のため素因変更ということで、 ね、この先ほど言ったように、障害結果の存在が要件事実だから、あ障害結果の内容がまあ変わっても別にそういう変更必須じゃないんだけれども、えー、いう特定に必須の事実ではないんだけど、まあでもね、えー、 その、障害の程度がどの程度の障害だったのかと、これは重要なね、上場事情にはなる、上場事実になることは間違いないわけだから、あー被告人がまあ特に争っていなかった事案でしたけどね、そういう事案であっても検察官の方で念のため損員変更しますということで、損員変更手続きが取られたということがありました。 えー、そういう話、いわゆる念のため素因変更というやつも結構これは実務上もしばしば行われる手続きです。まあ本件は素因に、蘇院に明示されていないので、蘇院に記載されていないので、えー、念のため素因変更というね、手段はできないですけれどもね。素因になってないという話でね。はい。えっ、ー、と、蘇院に記載があれば念のための素、念のため蘇院変更ということも考えられるよと。はい。ということで、シータ。で、ちょっと戻っていきますが、 なので、えっ、ー、と、最後、この争点論からあ、争点顕在化措置がどうだったかということを分析していくことになりますね。えー、30ページ下のところです。えー、最もっとも、争点明確化により封印防止の要請はい手続き一般に妥当するというべきところ、裁判所の認定が総員逸脱認定になるとは言えないと返される場合であっても、一般的に被告人の防御にとって重要な事実については、争点明確化などのため、 検察官において、えー、釈明等により明示するのが望ましいということができ、ま、これはだから、素因に記載するのが望ましいが、先ほどのね、えー、参考判例でしたけど、えー、今回は蘇院に記載されてないので、釈明ですね。釈明で争点,、えー、争点を明らかにすると、えー。検察官が釈明により明示するのが望ましいということができ、検察官が釈明においてその事実を明示した場合に、判決においてそれと実質的に異なる認定をするには、 少なくとも裁判所の審証にかかる事実につき、争点として顕在化させた上で十分な審理を遂げる必要があると解される。これが争点論ですね。このような措置を取ることなく、突然として、然としてはこれ判例8の言い方ですけど、突然として検察官の釈明と異なる事実を認定することは、被告人に対し不意打ちを与え、その防御権を不当に侵害するものであって違法。 訴訟手続きの法令違反379条参照であると言わなければならないよと。はい。じゃあ見ていこう。括弧二2番の当てはめのところです。え、孔は一貫して、え、おつとの共謀を否認していたところ、上述した検察官の釈明に対して、え、孔の弁護人は冒頭陳述で、 検察官がオツと共謀、おとの共謀が成立したと主張する日は、こうは一日中、K 県 L 市内にある自宅にいたと、本県家屋に行っていない旨述べて、これはアリバイ主張ですよね。アリバイの主張をした。まあ、えー そっか、アリバイ主張っていうと、まあ、通常は実行行為が、あの、犯人による実行行為が行われた日に、えー、犯行現場、犯行時刻、その現場にいなかったよというのがアリバイか。通常の意味。ただ、さっきも言ったように、共謀者側、共謀共同戦犯の共謀者側にとっては、共謀がね、もう実行,行為に相当する事情なんだよね。だから、共謀したと言われてる日に、その場、その日、その場にいなかった、その時刻、その場にいなかったって、これはまさにアリバイなんですよ。アリバイ主張なんですよ。そういう意味です。 はい。えー、当後判定、えー、本件後、後判においては、あ結局のところだから、アリバイ主張が出てきたから、令和3年11月1日の共謀の損費、これが争点となりましたと。 で、おの証人尋問において、オツは、同月1日以降から放火の指示を受けた旨証言したことから、弁護人はその証言の信用性を断劾する反対尋問をし、裁判所も同日の行及びオツの行動について補充尋問をしていると。また、この被告人質問において、こうは同日のアリバイを述べ。 検察官及び裁判所も、同日中の行動についてこうに質問した。結局、だから、11月1日の凶暴の有無についてしか、攻撃防御が展開されていないよね。すべて1日の凶暴の損比に攻撃防御が向いちゃってると。 さらに、論告、弁論においても、検察官及び弁護人は、従前と同様の主張をして、検察官は11月1日に共謀が成立した、と弁護人は11月1日はアリバイがあります、と、これをずっと繰り返して、で、裁判所は決心した、とえいうことなんだよね。となるとですね、以上の通り、本件公判における検察官及び弁護人の主張立証は、いずれも上記争点、すなわち11月1日の共謀の存否 はい。これを前提として展開されてきており、同月二日の共謀の損費については、検察官が特段の主張を立証を行わず、その結果として、被告人弁護人も何らの防御活動も行えていないということです。したがって、オツが、こうから指示を受けた日にちを取り違えて供述しているんだ、との申証を得た裁判所が、同月一日の共謀の存在に疑問を持ち、 共謀が現実には同月二日に行われたんだとの事実を認定しようとするのであれば、少なくとも同月二日の共謀の損否を、この点をね、争点として、顕在化させた上で十分な審理を遂げる必要があったというべきです。それにもかかわらず、裁判所から改めて検察官に急釈明した上で、検察官及び弁護人に追加の主張立証を促すなどの措置を何ら講ずることなく、 認定事実丸2を認定した上で、控訴事実丸2の通りの罪となるべき事実を認定した本件訴訟手続きは、本件事案の性質、審理の経過等に鑑みると、公に対し不意打ちを与え、その防御権を不当に侵害するものであると。あの、ちなみにここを論じるときは、結局だから、本問で裁判所が取るべきであった措置の具体的内容を指摘できると、 より良い,い答案になると思いますね。何をすべきだったのということね。争点健在化措置っていうのはいいけど、具体的な措置としては何をすべきだったのか。えっ、ー、と、まあ、本問で考えられるのはやっぱり旧釈明ですよね。ええー、検察官に旧釈明して、ね、二日じゃないんですかと。えー、この点について補充で主張立証しません、しないんですかとい,と,、ねえー、ということでね。ええ、ということで旧釈明で主張立証を促すと、こういう措置ですよね。 え、裁判所が取るべき具体的措置の、あ具体的内容を、まあ、明らかにした上で、まあ、これらの措置、何ら講じることなく、そのまま決心しちゃってる、ということで、不意打ち認定だと。はい、結論。以上より、裁判所が認定事実丸2を認定するにあたって、上記の、えー、争点、顕在化措置を講じなかったことは違法です。従って、本件、えー、本問の判決をすることは、許されない、という結論にしておきました。 はい。ということで、えー、最後に、32ページの最後のアスタリスクを言っておきます。えっ、ー、とね、結局、29年の、えー、平成29年の予備試験でこれが実は出題されていたと。で、まあ、これ見ればわかるんだけど、29年の出題趣旨、えっ、ー、と、予備試験だよ。予備試験の出題趣旨で、これ、検討の流れ書いてあるんですよね。 えー、29年の予備試験の出題趣旨では、共謀の成立時期について検察官が釈明に応じた場合、その内容は、素因の内容を構成することになるのか、まずこれを論じると。でそして、証拠調べの結果、裁判所が検察官の釈明内容と異なる事実を認定して有罪判決を許す、有罪判決をすることが許されるのか、すなわち、 事実認定に先立って、素因変更の要否素因変更が不要であるとしたとしても、裁判所は何らかの措置を講ずるべきか。講ずるべきであるとしたら、その措置は何かと。ね、検討すべき内容が、ね、端的に説明されていました。はい。だから、ま、本問でも結局、この出題趣旨の示す検討手順で論述できれば、まあ、高い評価になったんだろう、というふうには思われるんですけれども、 ただですね、えー、ここまで明らさまにというか、まあ明らかに同じ出題をすることが果たして妥当かという問題ありますね。しかもそれが司法試験の過去問ではなくて予備試験の過去問ということになるので、えー、なおさらだよね。 予備試験受験生はだから結局この過去問を、検討していた割合が高いと思われますけど、この過去問を検討していたか否かで、もし優位な差が生じてしまうんだとすると、ま、そういう可能性があるんだと思うんですけどね。司法試験の出題として適切だったかと。司法試験の過去問だったらまだいいです。司法試験の過去問だったら、これはもう受験生は皆等しく全て検討しておくべきだと。 いう建前でいいと思いますけど、予備試験の方ですからね、そのまま出題するっていうのはいかがなものなのかという疑問がちょっとあるなという気がしました。はい。えっ、ー、と、いずれにしろですね、えっ、ー、と、まあ、検討すべき事項についてはざっと解説をしましたので、えっ、ー、と、今日ね、えー、解説した内容も踏まえて、また各々ね、検討を進めていて、 いただければえ、まだ出題出身も採点時間も出ていませんのでね。まあ、それが発表、法務省から発表されればね、またそれを踏まえて、検討を進めていくということになると思いますので。え、あと、今日、レックの方で、えっと、皆さんにお配りしている、まあ、回答例も、え、適宜参照しながらですね、え、 また、おのおのですね、検討を進めていっていただければと思います。はい。じゃあ、時間来ましたので、えー、令和4年の、司法試験の分析会、えー、刑事系科目はこれでおしまいにしたいと思います。えー、皆さん、お疲れ様でした。